おはようございます。全国1億2000万人のマージャンスリアロチャンネルファンの皆さん、こんにちは。本日はスリアロ村へようこそ。私、スリアロ村の村長を務めております。熊本県出身、29歳独身。先日、とある番組で私の手取り額を発表したところ、実家の母親から家業を継いで戻ってきなさいと言われました。ボス、よろしくお願いします。あ、オオカミ見つけた。いやいやいや、語ってるでしょ。給与明細、給与明細ここでバーンしてもいいんですか。はい、それではですね、ちょっと下手になってますよ。大丈夫。今回もですね、最初のゲームでは視聴者の皆様にプレイヤーの役職を公開しながらご覧いただきます。そして2ゲーム目では役職を明かさずにプレイヤーと一緒に推理していただく形となりますので、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。それではまず最初に簡単にルールの確認をしていきましょう。では放送画面に間もなく移ると思います。はい、ではルールの説明です。プレイヤーは人狼陣営と村人陣営に分かれ、自分の属する側を勝利に導くのが目的です。村人陣営は人狼を全滅させること、人狼陣営は村人陣営の数を人狼と同数にすることで勝利となります。ゲームは昼と夜のターンに分かれています。昼のターンでは村人が話し合いを行い、怪しいと思われる人物を投票で決定しゲームから除外します。ただしこの話し合いにも人に化けた狼、人狼が参加しています。気をつけてください。そして夜のターンでは人狼が村人を一人襲ってゲームから除外します。そして人間たちの中でも役職を持っている人間はその能力を夜の間に発揮いたします。そしてゲームから除外されたプレイヤーは死人に口なしということで速やかに退場し、以後天国ルームから村の行く末を見守ってください。それでは、今回のルールでは人狼3人、狂人1人、占い師1人、霊媒師1人、狩人1人、残りを村人6人で行います。それぞれの特性はですね、多分今画面に映ってると思いますが、途中で分からなくなった人はすいません、ググってください。よろしくお願いします。あ、ちなみにですね、今回狩人、連続ガードが両方1ゲーム目2ゲーム目ともに禁止となっております。なので、狩人を引いた方はご利用は計画的にというところでお願いします。そして、昼パートで投票が同数になった場合は決選投票が行われます。ただしそれでも決まらない場合は視聴者の方にアンケートで決定していただきます。ただし1ゲーム目は役職を公開しているので、2ゲーム目以降にアンケート機能を使います。そして、その日最もダメだったプレイヤーには、ご褒美を用意しておりますので、皆さんご褒美欲しい方は頑張ってダメなプレイをしてください。よろしくお願いします。さあ、それでは、本日のゲームを盛り上げてくれる素敵な選手たちを紹介したいと思います。まずはそうですね、そちらのかっこいいイケメンからいきましょう。どうぞ。スリアロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。最高位戦の新井です。ちょっとね、さっき実はボスと将棋勝負して負けちゃったんですよ。
なんで、ちょっと今日はボスにだけは負けたくないです。そして、僕は真っ白な村人です。よろしくお願いします。すげえ。では次の方。はい、モバイルファクトリーのライトクと申します。スリアロチャンネルは2回目の出演になるんですけれども、今日はちょっと強そうな人が多いので緊張してます。こちら弊社のアプリのヤッシュのヤッシュって言います。よろしくお願いします。初日に除外される人。さあ、そして次の方。はい、皆さんこんばんは、まやです。私は、先日、最高位戦日本プロ麻雀協会に合格したばかりなので、まだちょっと生まれたてほやほやですが、頑張るので皆さんよろしくお願いします。さあ、そして次の方どうぞ。はい、テンションが明治ストレックスの理解です。今日は女性が多いので男性が初日に釣られるんじゃないかなってちょっと思ってます。よろしくお願いします。次の方どうぞ。はい、人狼中は多重人格になると言われてる噂の声優図歌手をやってます歌永智美です。先日の11月の放送の時に初めて自分を客観的に見たんですけど、誰この人怖いって思ったので、でそうならないようにおとなしくね、やりますので、よろしくお願いします。次の方、どうぞ。はい、フリーランスで声優をさせていただいております、芝尾よしこと申します。私も前回、歌永さんと同じ時に出させていただいたんですけれども、今日もちょっと、頑張りますので、多重人格にならないように頑張っていきますので、よろしくお願いします。次の方どうぞ。スリアルチャンネルご覧の皆様、こんばんは。最高位戦日本プロ麻雀協会の樋口京香です。今日はですね、両手に女性、さらに両手に女性ということで、女性ばかりで、今回は女性同士のこうバチバチとしたドロドロとした戦いを先頭切ってお見せできたらいいなと思います。かっこいいバチバチやりたいと思います。よろしくお願いします。次の方どうぞ。はい、こんばんは、 RMU の塩田美穂です。今日は日本オープンの予選がこの前にあったのですが、速攻負けてしまいました。両隣も同じくで負けちゃった人たちで人狼の練習をしてから来ました。今日はこっち頑張りたいと思います。よろしくお願いします。次の方どうぞ。はい、日本プロ麻雀協会の水原明菜です。放送は3回目なんですけど、今日は初めましての方も結構いるので、ちょっと探り探りやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。次の方どうぞ。はい、MHN プレイアートの淵上です。普段は無料漫画アプリのコミコというサービスをやっております。また読んでいただいて嬉しいですが、今日はとんでもない会に紛れ込んでしまったなという気持ちでいっぱいです。よろしくお願いします。次の方どうぞ。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会の田中岩尾です。本当なんか初日に理解してもらったけど、初日に釣られるしないですけど、まあまあそうなったら天国ルームで頑張って喋ります。よろしくお願いします。では次の方どうぞ。はい、皆さんこんばんは。前回からレベルアップして日本プロ麻雀協会の今研修生をやっています、トミです。スリアルの番組では役職しか引いたことがないので、今日も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。嬉しい、嬉しい、嬉しい、なんか運
始まってるな。もうゲームは始まっています。それでは最後はこの方です。あ、皆さんこんばんは。スリアローチャンネルボスの山田です。今日は、ご覧になっていただいた通りすごく女性の方が多いです。まあ、ひな祭りがね、2日後ということを意識したわけではないんですが、たまたまこうなりました。で、いつもね、この部屋ね、まあ、男臭いんですけど、今日はいい匂いがします。最後までこの部屋にいたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、ご覧の通り、女性8人、男性5人という、とてもフローラルな村になりました。フローラルな村になりました。それでは皆さん、この新しい雰囲気の村でゲームを始めたいと思います。まずですね、先ほどもお伝えしました通り、騎士、狩人が連続ガードはありません。連続ガード禁止です。そして、初夜に人狼は、人狼の、ゲーム除外はなくて、占い師はゲームマスターからお告げとして、確定の村人間、確定の人間を一人知っている状態でスタートしています。なので占い師の方は、任意で選んだわけではありません。ゲームマスターからお告げを受けています。では、その状態でスタートしたいと思います。それでは恐ろしい夜が明け、朝が来ました。村人たちはこの中から人に化けた狼、人狼だと思われる人物を一人選び、ゲームから除外しなければいけません。会議の時間は5分です。それでは話し合いを始めてください。おはようございます。お願いします。ちょっと質問一つ。あ、はい、質問タイムはあるんやったっけ。あります。はい、はい、挙手制です。はい、はい、ある方のみっていうことで、はい、はい、うん、じゃあじゃあですよ、ね、じゃあじゃあですね、どうしますかね。ちょっとああじゃあ聞こい、あ、うん、じゃあ、けあ、藤上さんか、ゆかりさんか、あ、じゃあちょっと、じゃあ藤上さん、じゃあ藤上さん、からし、からし、からし、どうぞどうぞ、進行、はい、進行、頑張れ、はい、まずは進行ね、まずは僕のスタイルは、はい、自己紹介とかの挙動を、うん、で思ったことがあったら聞きたいなと思うんですよね。はいはいはい、あ、見てました。なるほど。あ、ありますか。相変わらず、相変わらずじゃないな、イカイさんが硬いなと思う。まあ、硬いです。そうですよね、はい、硬いですね。すごく思いました。あ、僕も意見あります、はい、田中さんが僕の意見に乗っかったなっていう。いや、俺意見あるよ。さっき言われちゃってどうしようと思ってて。それ意見あるの。そこか。まあ、で、僕も一個あって、はい、僕は自己紹介とかその説明のルール説明の間、皆さん見てたんですけど、ケイブンさんと樋口さんは僕と同じようにみんなの顔を伺ってたんですよね、うん、なので人間っぽいなとちょっと思ってます。私よ。めっちゃ見てました。今めっちゃ見てましたけど、だからよくね、目が合ったんですよね。目が合いました。そう、合いましたよ。で、ちょっとまあ、ちょっと初日のどうしますか。そう、初日の役職を出すか出さないか、役職とかですかね。そうそうそう、はい、じゃあ役職、まあ、いいじゃないですか、はい、役職ましょうか。役職をどうしたいですか。出したくない派と出したい派と。連続ガードがないよね。慎重にやった方がいいと思います。うん、前線服もいいかなって思ってます。おお。最初はだから仮投票を、はい、帰り時間内にして、はい、で、はい、その人に、まあ、回避しようがあればしてもらって、はいはい、なるほど。なるほど。で、どうかな。反対する方いますか。いや、もう全く賛成です。僕も賛成です。僕は賛成です。はい。今日白だけですもん、ね、残り3分。そういうわけで、新井さん死んでください。なんで締めれてんの。いや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 。何気ないそういう誘導って、ちょっとあれですか。あ、そうだね。そういうの。そうだね。とりあえず仮投票しますか。あと3分ですよね。はい。じゃあ、どうして仮投票しますか。仮投票。でも仮投票するなら早めの方がいい。そうです。そうです。整理する時間が必要なんで。はい。今日見た感じの第一印象。第一印象で決めてましたという人を指すということですか。はい。いいですか。はいはい。いいですか。はいはいはい。いきますよ。はい。せーの。はい。じゃあ、ケイブンさん刺された方、はい、まあ、2、3票ですね、はい、下ろしてください。大徳さん刺された方が、はい、まあ、1票で、マヤさん刺された方が僕、はい、1票ですね。あ、じゃあ、これ、こうしてもらおうか。はい、マヤさん3票で、イカイさん刺された方が2票で、ウタナが刺された方が2票で、はい、あ、3票かな、シバオさん刺した方が
千葉さん刺した方がゼロ、樋口さん刺された方ゼロ、ゼロで、城田さん、城田さん刺された方がゼロかな、水原さん刺された方いない、いないで、淵上さん刺した方が2票、3票、あ、違うんですよ、僕は淵上さん、あ、はい、そうですね、はい、田中さん刺された方が1票、ま、僕、富ちゃんですで、としとみさん刺された方が1票で、ボスを刺された方がいない、はい、はい、票数分かるように、じゃあ3です、はい、すごい分かれましたね、結構分かれましたね、結構分かれましたね、これこれ、これ2票入っ計分でこと、まあ、僕になりそうですね、はい、何何最多は、村井さんですけど、まあ、せっかくやったら使用できます、うん、もしあればってことですよね、はい、聞いてください、おっ、はい、あ、聞いてください、早めに聞いてください、はい、占いです、はい、あ、はい、占いです、なので、ちょっとすいません、あ、はい、あ、役職あるっていうことでとどめておいて、あ、いやいやいや、あ、そっか、まあ、でも、まあ、でも言っちゃった、はい、まあ、すいません、言っちゃったものは結果言ってもらえます、はい、言ってもらう、あ、言ってもらう前に対抗出します、どうします、あ、いや、まだ対抗は出します、じゃあ、残り1分、結果、はい、言ってもらいます、結果ちゃいます、あ、結果って言っていいですよ、結果も別に言わなくていいんだよ、うん、言わなくていいかなと、白しか分かんないから、え、いや、でも占い師まで言っちゃってるから、明日からは結果だけ言ってもいいんじゃない、あ、じゃあ、いや、もう言っちゃいますよ、はい、樋口さんが面白いですね。なんかめっちゃ怪しいです。いや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 。なんかさっきモナスポイントがなんとか言ってた3人の残り30秒。締め切り。対抗、対抗がいるんですか。対抗は明日にしましょう。そうですね。対抗は明日の方がいい。じゃあ仮投票の2票仮投票。3人ですか。2票です。はい。うわー、これ見よう、これ3人も考察するのはダメだと思う、ダメですね、うん、はい、マジかー、僕あと0票の人も1回整理したいんですけど、はい、うん、そうですね、0票の人も行きたいんですね、うん、芝生さんと、はい、ひぐちさん、あ、めっちゃ長い、あ、わかりました、すいません、白もらってますね、はい、はい、あ、どうしようかな、うーん、難しい、話し合いはそれまでです、それでは質問タイムに入ります、希望者は手を挙げてください、なければ、投票タイムに移ります、はい、では城田さん、どうしよう、じゃあ千上さん、はい、あのこれは仮投票しましたけど、はい、それ以外からは投票しないんですかね、はい、一応この仮投票の CEO をしましたよっていうのを参考にしましょうっていうだけで、はい、どこに入れてもいいっていう感じなんですかね、僕はこの仮投票を参考にどこに入れてもいいのかなと思ってましたが、皆さんどう思ってるか分からないです、ありがとうございます、はい、他に、あ、はい、では田中さん、プッチーさんがその0票を確認した意図を私が理解できなかったから、あの意図、まあ、怪しんでるってわけじゃなくて、どういう意味があって言ったのかをちょっと説明してもらえたら嬉しいなって思って、単純に狼が狼に票を入れないと思ったので、票が重ならなかったってことは、ね、狼の可能性は少しあるかなと思って一応確認をしました、了解しました、ありがとうございます、他に質問がある方、はい、はい、では大徳さん、はい、田中さんに質問で、はい、ケイブンさんが占いで出た時に結果は今日出さなくていいって最初言われてたと思うんですけど、はい、その理由をちょっと教えてもらってもいいでしょうか、今日多分護衛が入るところって荒井さん しかいないだろうから、だから今日新井さんが白を出しちゃうと、その新井さんが本物、特に本物だった場合、新井さんの白が明日噛まれる可能性が高い、上にその人が役職持ちの可能性もあるわけじゃないですか、はい、うん、まあだからその新井さんの白を生き残らせられる確率が高くなるように、今日使用しない、あ、今日結果を言わない方がいいかな、グレーが、言わなきゃグレーが身になるっていう感じで、たまたまグレーとその白が被っちゃう可能性はあるけど、まあそれはしょうがないとしてっていう意図でしたね、あ、なるほど、ありがとうございます、では他に、はい、はい、では田中さん、はい、新井さんに質問です、はい、今日の釣り先ですけど、はい、僕はそのにさっきの、仮投票から2票もらえる人の中から、まあ、どれか誰か1人を選んで、釣りたいと思ってるんですけど、はい、まあ、僕はそれで新井さんに、まあ、役職しようと1人しかいないんで
一人指名してもらいたいなと思ってるんですけど、その点についてはどう考えですか？なるほど、そうですね、私がその指名するときにその方に質問して返しようがあるかどうかっていう形ならばいいかと思います。はい、わかりました。はい、では他に、はい、はい、ではボス、まあ荒井さんに質問で、はい、まあ、今の時点では結構疑ってる、正直疑ってるんですけども、真じゃないというふうに見てるんですが。なんでですか？まあそれは、まあ、あ、一問一答です、すいません、はい、疑ってるんですが、まあ、理由をじゃあ言うと、はい、まあ、狼にしろ狂人にしてもここで何かしら出るはずなんで、まあ、単純に確率で考えても、5分の4ぐらい人外じゃないかなと、うん、僕は、まあ、一応考えています。で、質問は、まあ、これ したら釣りにつながるかもしれないんで難しいところなんですけど、まあ、じっと見られたということなんで、まあ、疑わしいと思うところがあれば、何人でも結構ですので教えていただければ。誰だっけなのかですね、僕はちょっと正直なところ、この2票の方の中にあんまり狼がいそうには見えない感じをしてます、正直。うん、まあ、しかも麻雀界じゃない方です、という、なんですが、うんと、中だと、イカイさんかな、はい。わかりました、ありがとうございます。ね、はい、他に質問がある方、はい、はい、では水原さん、イカイさんに半分指名が渡ったような形だと思うんですけど。あ、そうなんですかね、今は。あ、多分流れ的にそうかなと思ったんですけどもし何か言っておきたいことあれば。で、遺言みたいになるのはちょっと嫌なんですが、僕もその2票に入った中、2票の3人の中に狼がいないと思っていて、僕はゼロから行った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。もう本来であれば、まあ、1人新井さんが釣られるはずだったんですが、まあ、それができなかったので、まあ、それであるならばゼロから行った方が狼が釣れるんじゃないかなと思ってるので、僕はゼロ票もらいからゼロ票、いや、ゼロ票の方から投票した方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、はい、じゃあトミさん、新井さんに質問です。はい、私も伊海さんと同意見で、お3票で釣れるはずだった新井さんをスライドして2票で決めてますけれども、2票のうちに、狼がいる確率が低いっていうか狼では見えないっていう意見が多い中、私も0票に投票した方がいいと思ったんですけれども、0票の中で見るならば誰が怪しいと思いますか？0が誰かとかさすがに全部覚えてないんですけど、あ、開けちゃったんですか？はい、いいんですか？そうですね、この中だと、あ、下げていただいて大丈夫です、ありがとうございます。白田さんかな。はい、では藤上さん、じゃあ僕白田さんに、今ケイブンさんからちょっと知っているというかご指名があったと思うんですけど、白田さんもし言いたいことがあったら今何か言ってください。何もありません。何もありません。はい、では他にいらっしゃらなければ、 あ、ごめんなさい。はい、はい、どこに行くかな。じゃあ樋口さんにすみません、質問です、はい、ゼロ票もらいからってことになりそうなんですけど、それだと、はい、結構もうこれであの COR が聞けないじゃないですか、はい、なので、僕はここでまあなんというか狼があんまり釣れなそうなんですけど、でもほとんどカミングアウトなしってことに近いことをおっしゃられた伊海さん釣りの方が安全なんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう。そうですかね。ですかね。どうですかね。カミングアウトがなかったのは伊海さん。伊海さんカミングアウトなかったって言ってましたっけ。言ってました。はっきりとは言ってない。はっきりとはですよね。はい、はっきりと言ってたのは白田さんですよね。うん、はい。なのでそうですね、まあ言わんとしてることは分かるんですけれども、私はごめんなさい、ゼロ票もらいから
まあ、白田さんはなしって言ったんですけども、その他にも怪しい方がいるので、それは私が質問をして0票をもらえる中から考えたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、では樋口さん、水原さんに質問して、はい、0票もらえの中では若干怪しいかなと、若干レベルなんですけども思ってるんですが、特に何か言いたいことは、はないです。ただこの0票もらえに怪しい人がいると、こんだけ人数がいて、その狼が狼を刺さないだろうという話だけで0票もらえの方が怪しいっていう風に一人が言って、それにすごく乗っかってきてる感があるので、そこにすごく違和感を感じてます。怖いなって思ってます。村全体、そうですそうです、全体の流れとして、だからそこになんて言うんですか、運動感じゃないけど、うん、なんか違和感をすごく感じてます。うん、わかりました、はい、ありがとうございます。一人一回？一人一回です。すごいな。じゃあ次回に、次回に。はい、ではもう投票に移りたいと思います。ゲームから除外したい人の名前をボードにお書きください。どうしようかな。全員が書き終わりましたら一斉に開票したいと思います。ではよろしいですか。それでは全員当ててください。どうぞ。では新井さんの方からボス、イカイさん、白田さん、白田さん、白田さん、マヤさん、水原さん、柴尾さん、イカイさん、柴尾さん、イカイさん、水原さん、イカイさんということで、イカイさんに4票ですね。本日ゲームから除外されるのはイカイさんでした。カメラに向かって一言、ゲーム以外のことをちょっと喋ってください、はい、そうですね、ある程度予想してました。ありがとうございます。天国ルームで頑張ってください。あとマイクを隣のお部屋にお返しください。よろしくお願いします。それではそれでは、当事者がゲームから除外されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。あ、やっぱり最初に男の方が死んじゃいますよね。そうですね。この村は予想してました。はい、いや田中とかも自分がやられるんじゃないかってハラハラしてたと思いますけどね。というわけで初見なんで自己紹介の方お願いしていいでしょうか。あ、どうもこんにちは、イカイさんの友達でちょうど見学に来てたストーです。はい、天国ルームに来いと言われたので何か宣伝とかありますいや特にないです。あ、ないですか、はい、分かりました。どうも、いや、まあ、なんかコメント、あ、いや、ジャンリュウありがとうございます。僕じゃないですけど僕じゃないですけど、僕が撮ったようなもんなんで大丈夫です。はい、いや僕今日ちょっとね、近くの人狼の劇見てたんですけど、まあ、ちょっと意外と早めに、あ、そうですそうです、うんうん、早めに終わって、でなおかつちょっともうちょっと人狼見たいなと思って今日来たんですけど、特に出る予定はないです。はい、あ、そうなんですね。今日出ないですね。今日はそうですね、多分出ないんじゃないですか。なんか適当に見学だけですか。はい、帰ります。多分はい、飛び入りでやればいいんじゃないですかいやでも人数はあれなんでね。はい、というわけでイカイさん死んでしまいましたが、はい、イカイさんは特に役職ございませんと。はい、まあそうですね、まあ、初日は役職のないところを釣ればいいと思っていたので、うん、まあ、自分で無難だったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、というかまあなんか男の誰かがね大体殺されるでしょうから、うん、そうなると新井が多重で霊媒が岩尾で狼がボスなんで、うん、やべえ、ね、俺死ぬかもって思いながら他の人はずっとハラハラしてたんじゃないですかね。はいはい、はい、確かにそうですね、うん、まあ、特に岩尾なんか珍しく緊張してましたね。なんとか切り抜けないとっていうような、ね、はい、多分なんかそれが村から見ると挙動不審に見えたんじゃないかな。僕は人狼だと思ってましたですよね。まあ実際はこうでしたっていう、はい、新井さんも人狼っぽかったんですけどね。新井さんは多重だったんですね。まあ新井が霊媒だって言ってくれれば岩尾もすんなり霊媒って言えて、うん、まあちょっと話が楽だったんでしょうけど、確かに占いって言っちゃったから余計に岩尾は困ったでしょうね、うん、どうすれば生き延びられるかな今日っていう感じで、まあ、霊媒だった
ったらロラーですよね。そうです、はい、そう、まあ連続ガードないんでどうなんですかね。占い守れるからいいじゃないですか。騎士も守れるし、いい、ね、まあなんかそういうドライな、いやそういうドライな村はこの人狼の舞台を見てきた僕にそんなドライ進行を言わないでもらえますか。そうですね、どっちかを信じるんですよ。人間を釣ったらいけませんか、ね、そうです、生き延びるんですみんなで、はい、失礼しました。いえいえ、まあ、それが普通の効率重視な人狼なんですけど、そうですね、どうなんですか、よくこの番組とかご覧になるんですか。あ、そうですね、以前のやつも見させていただきました。あ、そうなんですか、はい、あ、兄弟で出ている時とか、あ、ありましたね、そんなやつもいましたね。今日はいらっしゃらないです。今日はなんかその日本オープンっていう協会の麻雀の大会があるんで、それの予選に出てるような感じですね、あいつは。で、まあ城田、樋口、水原って誰か一人予選をそのいいとこまで勝ち抜いてたら代わりに僕が出る予定だったんですけど、全員即負けしちゃったんで、お前出番ないって言われて、じゃあ駅見て帰るわと思って、なるほど、帰ろうと思ったんですけど、まあちょっと来たかなっていう感じですかね。はい。うーん、2日目はどうなるんですかね。これはどうなんですかね。とりあえずトミちゃんか岩尾が今日噛まれると最悪ですね。そうですね、トミちゃん噛まれますかね。まあ、噛まれないと思うんですけど、疑われるような、水原さんにね、僕の意見に乗っかったような感じで言われてたので。そうですね、うん、誰噛むんですかね。なんか前回ってその誰だ、柴尾さんとかが出た時って、はい、歌永さんとあと淵上さんが狼だったじゃないですか、はいはい、なんで麻雀プロにも遠慮なく、麻雀プロ以外にも遠慮なく噛みまくってたんですけど、うん、この3人だと柴尾さんがよっぽど噛みたいって人がいない限りは、なんか無難に麻雀プロの男あたり噛むんじゃないかなって思うんですけど、そうすると田中が相当やばいかなと、噛みやすそうですね。思うんですよね。だから田中は今日は相当山場だと思いますね。そうですね、柴尾さんがちょっと他の2人に遠慮してあまり意見を通さなさそうな気がしますね。そうですね、しかも今日誰噛みたいかとか特にないですからね。はい、というわけで間もなく夜が明けます。さあ岩尾は生き残れるのでしょうか。さよなら。さよなら。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は、はい、田中さんでした。はい、田中でした。マジで。じゃあ、カメラに向かって、ちょっと。やばい、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 いってらっしゃいませ。ボス、ゲームさん、どうぞ。そういう流れ。やばいよ。そういう流れ。やばい。次は俺が。次は俺が。一番。そこんなことないから。はい、では。からしのことはい、はい、それでは男性がまた一人来ていました。現在、女性8名、男性3名です。さあ、どの辺からドロドロしていくのか私楽しみですが、村人たちは本日も話し合いを始めてください。おはようございます。お願いします。さて、どう始めるもんですか、ここは。これは僕、占いと、そうですね、占いを言っていただいて、霊媒はより先に占いが出る、どっちがいいかなっていうのを聞きたい。まあ占い出ないかも、誰も出てこないかもしれないですからね。そうですよね、占い師はこの村に一人しかいないですからね、うん、占い、占い、占い確定でもいいですよ、全然。ちょっと太鼓いるんだったらもう出したいですね。そうですね、時間もないので、じゃあ、じゃあぬるぬるっと出ます。おぉおぉおぉ、また、また冗談あの、いつもぶつけるのやめてくれる。でも僕ほぼ同時に見えた。死ぬ前に田中さんが言ってたんですけど、1日目の占い先、まあ、お告げなんですけど、お告げと2日目の占い先をボードに書いて一斉に出すっていう方が、うんうん、まあ、見やすくていいかなって田中さんが言って。あ、やりますか。はい、やりましょうか。やりましょうか。お願いします。3人もいるんですか。3人いるみたいですね。またあなた、うまいこと言うてからに。見ないでください。見ませんか。なんでそんな仲悪いの。いつもやね、茶番家の茶番家に書きましたって言って、あの伏せた状態でその間に霊媒出しません。あー、いい、めっちゃいい。確かにそれいい。あー、すごい、なるほど。結果を見ずに霊媒出す、いいですね。だって白書いてありますよね。
ップシールっていう状態、はい、なるほど、だからこれをあの書き直せないようにするってことですね。そうですね、はいはいはい、結果を見ないで、霊媒も一緒に、はい、霊媒、はい、はい、さんはあれですか、白黒だけだから音に書かずにっていう感じで、うんうん、じゃあ霊媒師の方、ぬるりと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 、お、お、お、あれ、いない、あれ、え、え、今死んじゃった、え、え、この方が、いや、さん、田中さんある。田中さんじゃない。田中さん。いや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 。いるならね、今出てきてほしい。今出てきた方がいいですよ。うんうん、それか、うん、今はまだ出てない潜伏をあえて選んでる可能性もあるか。残り3分。じゃあ、そうです。時間もないんで。いきます。一斉のせ。じゃあ、そちらからいきますか。はい。昨日が樋口さんで、樋口さんで、2日目は大徳さん、さん、はい、白ですね。どちらも人間でした。私は黒出しました、今日。えぇ、水原さん黒です。理由も納得してもらえなかった。何何、だから水原さん釣ってほしい。あ、昨日怪しい人に書いてました。そうです。僕は田中さんが白で、ミオンヌが白です。はい、しかも、イカイさんが私、初日のお告げで白だったんですよ。だから、私は2票から0票にしてくれということを新井さんに伝えて、0票の流れを持ってったんです。あー、なるほど。だから、今日は私を信じて、水原さんを釣ってほしい。イカイさんが白やから変えてほしいっていう意見ね。そう、あ、僕、トミさん、もうちょっと書くんですか。はいはいはい、そうです。はい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 。僕は、もし、というか、もしって占いなわけがないんですけど、占いだとしたら、そこはもうあのなんかそう、ま、なんていうのかな、モヤモヤっとした感じじゃなくて、はっきり出ちゃった方が良かったんじゃないのかなと思うので、し占いっぽい動きには僕はちょっと見えないです、今のは。それは別に誰さんに言われても何も思いません、はい、まあそうですね。そうですね、まあ戦えてるだけだなと思って。決めるのは本人なので、ちなみに黒出しされてるわけですけど、水原さんは占いの内訳というか、どういう風に見えますか。いや、とりあえずとみちゃん嘘だなっていうくらいで、しかし、上手くなったね。ていうか、なんでボス、なんで2人も出てどっちか狼じゃないですか。そうですね、狼です、狼、うん、どっかで、でも狼の可能性が高いのは新井さんだと思ってます、私は。なんでですか。狼の可能性が高いのは新井さんなんじゃないかなって思う。僕は、なんで狼の内訳は分かりません。はいはいはい、はい、あ、なんですか。この状態で村人の人たちは占い師のを釣っていくのか、それともコロって出た水原さんを釣りたいのか、みんなのちょっと考えを出していってもらわないと。残り1分ですね。基本的には霊媒がいないので、釣ってくださいとも言えない。釣って結果は見れるのであれば釣ってもいいかなと。霊媒本当にいないで、もう確定でいいの。それはすごく残念だけど、出てこない理由がないです。おかみさんね、おかみさんも今出てきた。髪がうまいね。そうですね、もうこの環境で出ないのは残り30秒。田中さんがオオカミ、あ、オオカミじゃないわ。霊媒って分かるような感じあったかな、昨日。でも単純にうまいから効果はあると思います。生きてたら脅威だからと、噛みやすいからはあると思います。まあ、男性に噛みやすいから、噛みやすいからはあると思います。占い師さんに、まあ、残念、残念というか、あ、そうか、終わりましたね。あの、水原さんはグレーなんで、あの、僕個人目線で話し合いはそれまでです。話し合いはそれまでです。それでは本日も質問タイムに入ります。はいはい、質問したい人方、はい、はい、田中さんどうぞ。占った理由は特に聞かなかったんで、なで、ちょっとそっちはなんとなく、まあちょっとわかるかなって2人目わかるんですけど、なんで大徳さん占ったんですか。いや、大徳さんが実は最初にこう占いでこう入ってきた時に、なんかすごく隣で何か考えてるような感じがあったんですよ、最初。何言おうとし、何言おうかなみたいな考えてるような感じがあったので、で、占ってみたんです。なんか連れて、人外引くと、人外っていうか狼引くと、なんかそういうのすごい考えるじゃないですか。なので、そうかなという空気を感じたので占ったんですけど、人間でした。はい、そんなところです。はい、はい、他に質問がある方。はい。では、白田さん。昨日は志望さんで、はい、志望さんに投票したんですけど、はい、発言数が少ないかなって思って、今のところ誰を怪しく思ってるとか、もしあったらお願いします。はい、私はそうですね、ちょっと村、スムラなのでどうすればいいか分からなくて、とりあえず様子を見てようかなって思ったんですけど、まあ、私昨日真矢さんに投票したんですけど、はい、私目線からしてもやっぱちょっと喋ってない
のが2人ともちょっとそれはあるかなっていうのは自覚はしてます。なので私はちょっと全然候補にも上がってないマヤさんがちょっと怪しいかなとは思ってます。ちょっと占いの中に多分1人2人は人狼出てないと思うので1人人狼はいるかなとは思ってます。ありがとうございます。では他にいらっしゃ…はい、では水原さん、誰に聞こうかな。ちょっと待ってください。はい、すみません、千代さん全然白くないので本当に千代さんにも聞きたくないんですけど、はい、今日の方針というかどうしましょうか。個人的には占い師の狼だと思う人に入れたいなと思っているんですが、それを判断する材料がすごく今少なくて自信がない個人的にも。なのでいろんな人の意見を聞きたいなと思っているんですが、ちょっと迷ってます。はい、まあ、決めかねてます。はい、はい、では他に、はい、では樋口さん、さあ、ミオンヌに質問します。はい、まあ、今日の方針がやっぱりまだ定まってないのが、うん、どうしようかなっていうところなんですけれども、まあ、今日占い師に行くのか、うん、黒出しされた水原さんに行くのか、うん、私本物の占い師は噛まれるんじゃないかなとも思ってるんですよ、うん、まあ、その辺を判断材料にやっていきたいと思うので、うん、まあ、初日がちょっと水原さん怪しんでたので私は水原さんに行きたいなって思うんですけど、ミオンヌの意見がもしあれば、うん、占いにローラじゃないけど占いから行っちゃうのはやっぱり芯を釣っちゃう可能性があって怖いので、私も今日は水原さんかなって思ってます。でこの人目線のじゃあ狼はどことかいうのを今後整理していくのがいいかなって思ってます。ありがとうございます、はい、では他に、はい、はい、では大徳さん、じゃあ白田さんに質問で、私は占い師から行った方がいいかなと今思っていて、っていうのは、まあ、水原さんを釣っても結果が見れないっていうのと、みんなが水原さんに出ちゃうと投票結果から洗えなくなってしまうので、占い師に自分が怪しい人に投票して、その投票結果から、まあ、この人とこの人のつながりとかいうのを見ていった方がいいかなって思うんですけど、どうでしょうか。シンがボスか新井さんだった時にそっち目線の狼が誰か全く分かんない状態でいなくなっちゃうっていうのはすごい判断材料としてちょっとないかなと思ってて、とりあえず水原さんっていうのは白を村を釣っちゃうことになるのかもしれないけど、とりあえずトミちゃんがシンだった時目線の狼は一人いないっていうことが今後わかるかもしれないんで、私は霊媒結果が見えなくとも、とりあえず今黒出しされてる水原さんがいいんじゃないかなって思ってます。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、では淵上さん、僕はそれぞれが狼だと思ってる人に入れればいいと思っていて、方針は決めずに、でその上で僕はあえて大徳さんに質問したくて、はい、この3人の占い師を状況から誰が一番狼だと推測できるかを、なんか意見があれば教えてほしいです。私も占い師から釣りたいって言ってみたものも見当はついてなくて、まあ、出やすかったのはケーブルさんだと思うんですね。で2人がほぼ同じタイミングで出てきたので、多分出ようと思ってたってことだと思うんですよ。って思うと狼だったら出ようと思って出てきた時に早く出ないとかぶっちゃうので、私はケーブンさんが一番狼に近いんじゃないかなって思ってます。ちょっと白もらってるのにあれですけど、はい、はい、ありがとうございます。他にいらっしゃらないようなので投票タイムに移ります。本日ゲームから除外したい人の名前を、ボードにお書きください。あ、そうか、これ消さなきゃ。
全員が書き終わりましたら一斉に開票したいと思います。さあ、はい、ではよろしそうですね。はい、では、一斉に当ててください。どうぞ。では新井さんから、ボス水原さん、水原さん、新井さん、新井さん、水原さん、水原さん、富さん、新井さん、水原さん、水原さんということで、本日ゲームから除外されるのは水原さんとなりました。カメラに向かって何か一言だけお願いします。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。女性陣一抜けでした。皆さん頑張ってください。さよなら、天国に出てきます。天国ルームにフレッシュさを届けてください。よろしくお願いします。それでは、容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。はい、はい、噛まれちゃいました。霊媒師でした。私釣られちゃいました。狼でした。見つかっちゃいましたね。うん、なんかもっと言いたいことあったんですけど、最後の質疑で絶対誰か聞いてくれるだろうと思ったんですよ。うん、その占い師内訳どう思いますかとか聞いてくれるだろうと思って、あんまり言ってなかったんですけど、まさかの誰からも質問されないっていう。そうなんだよな、それが辛いんだよね。トミちゃんが狂人よりは狼よりだっていうこととか、うん、話そうと思ってたのに、いろいろ言いたいことあったんですけど、で、まあ、新井さんが一番回避しやすいポジションだったから、新井さんよりボスの方が芯が高いかなみたいなことも言いたかったんですけど、まあ特に質問してもらえずに誰も私に興味持ってくれない。もうこいつ死ぬしみたいな。そんな社会の怖さですね。でも結構難しいですよね、この霊媒いない状態で黒出し。まあでも、もう各視点で詰めていくしかないから、もう吊るしかないと思うし、だからあなたのできることはなるべく人間っぽく釣られるぐらいしかできないんじゃないかなと思うし、明日誰噛むんですかね。僕はそう、僕田中さんとさっき話してたら意見が全然違ったんですけど、うん、はいどうぞ。はい、僕はあの占い師はもう噛まれないと思うんですよね。うん、でも竹中さんは、いや僕は多分その誰だ、トミちゃん噛まれるんじゃないかなって思うんですけど、占い、そう新占いで、まあそこは岩尾はむしろその新じゃないように持っていきたいから、まあトミちゃんは噛まないだろうって言ってるんですけど、僕はリアル人狼だから、本物に黒出されてる瞬間で脅威で連続ガードもないから、神に行くのが人間心理なんじゃないかなっていう予想してるんですけどね。なるほど。でもこれそうか、噛めないとこれまあ連続護衛ないから、まあ、さらに翌日には噛めるけど、うん、これ占いで護衛成功しましたっていう風に狩人に出られたら、もうトミちゃんの芯で進められたら、うん、結構辛いものがあると思うんですよね。でもこれあれですよね、連続ガードないないから明後日に噛まれる。1回グッジョブあっても釣りは増えないですね。そう、ただだからでもトミちゃん芯決め打ちになっちゃうから、うんうんうん、いやただ変わらないんですよ。でさらに、いやでも占い結果がさらに1日分増えるわけですよ。そうそうそう、1個だけ増えるってことですよね。今日この次の日の1日の結果だけですよね。うん、だから最終日に結果が分かってる1人と3人を残した4人勝負になるんですね、おそらく。そうですね。でその結果が今日出なかったら何も分からない3人の最終勝負になるんですよ。そっか、だからあんま変わんないんですよ。あんま変わんないから、だから1回失敗してもいいから、もうそんな真の占いなんて生かしちゃいけないっていうので、うん、今日神に行って、で残りの2日占いローラーになって最終日ラストウルフが頑張るっていう方針になるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、ね、これ最後にボスが私に投票したのってそのつもりっていうことじゃないですかね。トミちゃん真で決められた時のあれ的なものではないですかね。いやもう単純に浮かないようにじゃないかな。そうですかね、投票が、ボスがだって水原さんを釣らない理由もあんまりないし、自分のグレーだし、うん、後々そこ詰められると厄介です、ね、そうそうそう、でも狼が仮に例えば狼がトミさんで狼が黒出ししてるって言ったらかなり白いじゃないですか。まあそうですね、だからボス視点だとやっぱり
白くないですか私、まあ、強靭がいやでもだから強靭の黒かもしれないから、うん、それはでも強靭誤爆ってことですよそしたらそうそうそういずれにしてもボス視点だといやでもグレボス視点のグレーだから、うん、どの道自分のグレーって一番多いっていう理屈ですよね、うんうん、の方がっていうかそれじゃないと浮いちゃうしやっぱり、うん、でもだから明日だから新髪になるかグレー髪になるかはまた全然別の話だと思うからうん、うん、どっちなんですかねこれねどうですかねオオカミさんどうですかどっちになりそうですか私あの一番手だったんですよあの髪先の投票の、はいはいはい、だから、はいあの早く死にたいなって難しい難しいと思ってそう今日は淵上さん噛んでほしいですけどね淵上さんってえカングレですよねでもいやなんか男を増やす男を減らすああそういう髪ねこういう話っすなんかそしたら私死んだの浮きませんなんか、うん、私死にたくなかったで、ね、なんか浮いちゃいます、ね、じゃあ淵上さん噛んで新井さんの芯を切ってこっちを地獄と化そうってことですかこんなだらけ男ばっか増やしてどうする新井のハーレムだけは許せんあはい夜が明けまーす、はい、じゃあまた何噛むんだろうな恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は、樋口さんでした。樋口さんはカメラに向かって、一言、ゲームに関すること以外のことを一言、お願いします。まあ、考えてなかったんですいません。じゃあ、天国ルームで頑張ってきます。村の皆さん、頑張ってください。さよなら。バイバイ。それでは村人たちは本日も容疑者を探さなければいけません。それでは会議を始めてください。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結果を、まあ、皆さん結果からいきましょうか。書かなくてもいいですか。書かなくてもいいですか。ちょっと時間かっちゃうからそうだね、はい、じゃあお願いします、はい、じゃあ一応出そうかな、はい、せーの、はい、人間ですか。トミさんが僕に人間で、ボスがマヤちゃんの、マヤさんが狼、割れたここで、ウェイブンさんがマヤちゃん人間です。人間、お、割れましたね。なるほど、ありがとうございます。なるほど、ないんだこれ、はい、あ、すいません、ありがとうございます。理由じゃあ伺ってください。あ、裏った理由、はい。あ、じゃあ、まあ、いいですか。はい、お願いします。まあ、ちょっと正直昨日 の、 あの会話とかの感じでそこまで探そうっていうかんあのパッションがなかったかなと感じたところを占いました。そんな感じです、うん、はい。私は、昨日新井さんに入れた中からあの3人のうちから占うっていうのを決めていて、でこの状態で占いをローラーしていくよりもグレーだけれどもパンダだけれども人間かもしれないでも狼かもしれない状況の水原さんつった方が村のためになるので、村人は水原さん入れるかなっていう考えの中、藤上さんがあの進行していることもあって、もし狼に進行されてそっち方面にこう誘導されても困るので占いました。そしたら結果白でした。ちゃんとしてる、はい、ちゃんとしてるって信じたもん。それちゃんと信じてる、知ってますよ。ボスお願いします。あ、僕はまやちゃんと練習会一緒にやったんですけども、はいはい、まあ、その時に非常に潜伏されて困ったんで、まあ、今回もまあ皆さんあの分かる通りあまりあのどっちかというと会話が少ないんで、まあ、確実に白やった白、狼なら狼と把握したくて占いました。はい、で、はい、じゃあなんか論破、あ、論破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 、今の気持ちは。さっきまで実はその私あのすごいやっぱり皆さん頭の回転すごい早いなと思って、ただ私はそこまで早くないのでその分よく見て考えようと思っていたんですけど、でさっきまで私の中で残り3分、ここのお二人、あの新井さんとボスは多分どっちかが人狼でどっちかが狂人なのかなっていうふうに思っていたんですね。あのさっきのそのトミちゃん の、 あの説明というかもうすごい筋が通ってるなと思っていたの で、 でただ今あの新井さんから人間であの村人っていうふうに言われて、あれっていうちょっと親っていうのがあって、ただあの今ボスから狼ってされたので、あ、ボスは完全に狂人か人狼だなっていうふうに思ったので、ただそうなるとさっきの新井さんからのこれは適当に言われたそのカモフラージュだったりそういう感じなのかなとも思ったり、ちょっと今私の中でとりあえずボスは人外だなっていう、その狂人か人狼ではあるなっていうのを確定したなっていうのがあるんですけど、甘やさんです。なんか初日に
思い出したんですけど、はい、キューブンさんがその仮視点になって自分占いですって出た時に、うん、5分の4で偽物でしょみたいなこと言ったけど、ボスが死んだとしたらボス目線絶対に偽物なわけじゃないですか、うん、そのまどろっこしい言い方したのがいやそれはそう言わないと占い宣言するのと同じになるんで、うんうん、まあ噛まれる確率も若干をガミガミ見てるとするとそういうの発生つつある。じゃあその時はボス目線では狂人が言ったなって思ったんですか、狼が言ったなって思ったんですか。それは分からなかったけども狂人か狼やし、実際そうやし、あのそういったことをちゃんと主張したかったということです。ありがとうございます。はい、なんか言ったな。でも人数的にね、はい、人数的にね、そうそうそう、はい、もう占い師から釣らないとダメなんですよ。狂人と人狼と神なんですよ。うん、で人狼がもし水原さんが人狼だったらあれだけど、そうじゃなかった場合は完全に全部残ってるから4人人外になっちゃうわけ。そうそう、だから占い師だから黒って出てるのがどう見えても絶対に今日は占い師から私は釣るべきだと思うんですけど。残り1分もうそれ、はい、賛成、はい、賛成に私、ね、ボスのこと怪しいと思ってます。うん、昨日対抗のトミさんが出した水原さんに投票してますけれども、どういう意図で投票したんですか。まあ僕からグレーなんで、グレーを狭めるっていうことは、あの別に僕簡単にあのケイブンとかトミちゃんとか書けるんですけど、まあ釣りもほぼ、水原さんになると思ってたし、グレーを狭めると昨日の時点ではそれは僕は賛成なんで、で残り30秒しか狂人の特効果は分からなかったというのが理由です。僕はなんとなくこのタイミングでもしボスが狂人だとしたらマヤさんに黒を出すのはリスクがあるかなと思っていて、あるとしたら狼なのかなとはちょっと思ってますが、わからない。私はケイブンさんの方が狼っぽいかなって思うんですけど、ボスの白が誰も噛まれてなくて、ヒグミンが噛まれたのがこれ漂白、そのケイブンさん死んだよみたいな風に見せるために行ったんじゃないかなって思ってて、話し合いはそれまでです。難しい。それではもう質問タイムに入ります。希望者は手を挙げてください。はい、はい、ではボス、まあ、大徳さんに質問です。はい、まあ、僕の中で大徳さんもまだ狼の候補に入ってるんですけれども、はい、まあ、大徳さんが狼かもと思ってるんで、大徳さんから見て今、はい、残り何狼でだと予想するのかと、誰が怪しいと思うのかを教えてください。残りは2か3だと思っています。で、私昨日自分で新井さんに投票するみたいな感じで若干誘導したような素振りを出してしまったので、多分私が新井さんに投票したら釣れるんだろうなってちょっと思ってたので、あえて水原さんに昨日投票したんですね。で、その結果占い師の中で一番票が入ってたのは新井さんなので、新井さんは狼じゃないような気が今しています。なのでボスかトミさんなんですが、占いの理由とか聞くとボスの方が怪しいかなっていうふうに今思ってます。はい、うん、あります。他に、うん、あれ、はい、はい、いらっしゃい。トミさんに質問なんですけど、はい、すごい筋が通ってるなってまずは思って、で、あのさっきおっしゃってた黒出しをしている人に投票してない人怪しいと思ってたってやつで、私もあの新井さんに投票したんですけど、それはまあ、あの黒出しをされている人を先に釣っても霊媒が出てないから判定が下せないから、今のところまだ意味がないかなとは思ってはいたんですね。でただ今は占いの中からどなたか選択するっていうのがいいなとは思ってはいるんですけど、富さん目線だとどっちの方が人狼だと思いますか。初めの頃とかですね、昨日は新井さんの方が黒いなと見てたんですけれども、新井さんに3票入ったことだし、さっきも大徳さん言ってましたけど3票入ったことだし、でここでの新井さんが白出しのボスが黒出ししたっていうのを見ると、ボスが人狼でもおかしくないなとも思うしけど、まあ、タイミングっていうかこう普通のシナリオで言ったら私の中で新井さんが黒だと思います。けどもう判断材料がごちゃごちゃになってきてるのでどっちとも言いませんが、
か私から見たらどっちもジェンガなのでどっちか先に釣るとかではなく簡潔に釣れば問題ないかなっていう考えでいます。はい、はい、では歌永さん、うちさんに、はい、いやなんか長瀬考え的に見てるっぽいから一応うちさんに聞くんですけど、はい、私昨日の感じでいくと、はい、てかまあ、今日は占い師に入れてってさっき主張したんですけど昨日の時点でも人外が2人いるから占い師に行ってもおかしくないんじゃないかなって私は結構思ってたんですよ。でも、はい、すごく水原さんに入ったのがすごいなんでそんなに偏ったんだろうって私はちょっと疑問だったんですよ帰って。だから水原さんに入れた人の方が怪しいんじゃないかなって私はちょっと思ったんですね。でもまとみさん の理由もすごくわかるから別にそれでとみさんが怪しいって思ってるわけではないんですけど、でふちさんは昨日の投票どう思いました？僕はまあ水原さんに入れる気持ちもわかるんですよ。僕迷ってたので、でどっちもメリットデメリットがあるかなと思っていて結局わからないんですよね。水原さんを釣ってもケイブンさんを釣っても何も判断材料がなかったのは一緒だったので、まあ、割れるのは仕方ないのかなとはちょっと思ってます。昨日の投票は、うん、ただ水原さんはプロなんじゃないかなとちょっと思ってます。結果的にわかんないです。はい、なんあえまた喋っていい、ちょっといい、あはい、あまあもういい、もうダメ、わかったか、はい、はい、はい、では新井さん、すいません、ふちがみさんに、ふちがみさんに、ふちがみさんに、どうしよう、今ふちがみさんに言っちゃった、ふちがみさんに質問なんですが、はい、初日、水原さんにもちょっと行きかけた時に、はいはいはい、水原さんって確か何も言ってなかったと思うんですよね、あの時。そうですね。そのことっていうのは今この局面で水原さんが、実際まあ白なんじゃないのと思うんですけど、それを考えるときに、はい、どれぐらい参考にした方がいいですか？僕あの水原さんが怪しまれたときに、フォローを入れてた人誰だったかなってすごく思い出してるんですけど思い出せないんですよね。逆に追求していたのが、樋口さんだったかなっていうのを覚えてるんですけど、あの状況でなんかでもフォローする声もあったような気がしていて、誰だったかなっていうのを思い出したいんですけれども、もし覚えてる人がいたら教えてほしいですっていう気持ちです今。はい、わかりました、ありがとうございます。では他にいなければ投票タイムに移りたいと思います。本日ゲームから除外したい人の名前をボードにお書きください。全員が書き終えたら一斉に開票したいと思います。はい、はい、ではよろしいですね。それでは全員開けてください、どうぞ。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、では新井さんの方からボス、ボス、ボス、新井さん、新井さん、新井さん、ボス、ボス、マヤということで、本日ゲームから除外されるのはボスでした。カメラに向かって何か一言お願いします。ちょっと状況がわからないんですけども、村の皆さん本当によく考えて頑張ってください。はい、じゃあというわけで容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。ボス、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。新占いなんですけどなんかおかしいな。まやちゃん狼ねんけどな。ボス、残念ながら、はい、あの上のところに、あ、書いてありますね。正体バレてるんですね。バレてましたから。まあちょっとあのトミちゃん、あのパッション強いね。結構、ちょっと、そうですね、本物っぽい感じがかなり出てますよね。トミちゃんは本当にパッション分かりやすいから、そうなんです、なかなかあのパッションは、お前らし
私信じないのバカなのみたいな感じで、で偽物の時はいや信なんですけどみたいな、自信なさげないようなこういうのあるから本物ってリアルだとあんまり生かしたくないんですよね。あそうだね、確かに確かに、そこ違うんですよね。まあ今日さすがにトミちゃん髪の毛と思うけどね。そうですね、これ昨日は失敗してる。樋口さん俺噛んでない。あそうなんですか、うん、あへえ。ボスは誰ですか。ボスは私噛んでない。内上さんを噛んで、あだから星川さん噛んでる方が白出てるから最高やったんよ。なるほど、内上さんって誰の。じゃただ甘噛みしたんで、うん、甘噛みちゃったんで噛んでる、噛もうとしたんですね。噛まれちゃった、うん、ボスの白噛むかなと思ってたんですよね。結構それはありましたね、うん、いや僕のね、僕の白はねもう疑ってもらおうと思ってね、もう渡永さんとかしむしろボスは真を切られようっていう、そうそう切られて、この二人がもう狼に見えるようと、そういう予定ではいたんですけど、あそれも結構ありですね。うんね、もうどう見ても歌が最後熱くなったら楽しそうなんで、じゃあ今日はもうトミちゃん噛むべきですよね。 そういう予定なら、うん、そうなってくれたらいいんですけどね。 YouTube 出ますよね、大体カリウドいんの。カリウドいますよ、います。ここに歌長さん頑張ってほしい。あいたでも翌日また噛めるから、ただう、ね、もう一個白出ちゃうのか。あでも昨日守ってるかもしれんから、はい、今日噛めるかもしれん。そうですね。あそっかそっかそっか。連がないから。まあでも今日はチャレンジするべきですね。うん、そうですね、チャレンジするべきね。はい、で歌長白田をスケープゴートに。うんで守れてへんのに私カリウドで出てきてるところはあなた囲われてる狼でしょみたいなのがあると、あーなるほどね、あの熱い戦いそこまで先を見てるんですか。そう思ってたよ。で樋口さんとかも残ってほしかったよ。あー怪しんでもらうようにってことさ、もう激神してたよかったもん。明日甘神モズプランでは明日新井さんに何してもらいたいですか。まあ黒のか、あ黒出すか、あだからパンダの状況がわからないから、内上さんとかしかないね。夜が明けます。夜が明けます。さよなら。さよなら。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はトミさんでした。カメラに向かってゲームに関すること以外は、以外は視聴者にトミだよとか、そうなんだよ。言えたんだね。あ、しかもそれでいい。うん、はい。でも今日は頑張りました。はい。はい、いや、可愛い。天国で村の行く末を見守ってください。大変、女子ってすごいよね。さあ、それでは天国ルームに3人目の女性が向かったところで、村人たちは本日も開業して容疑者を発見しなければいけません。それでは始めてください。おはようございます。敵を打ちましょう。トミさんの敵を。どっちかが本物で、うん、で、結局ケイブンさんの結果をじゃあ聞きましょうよ。聞きますよ。はい、お願いします。白田さんが、人間でした。あ、白田さん。はい。信用してないけどね。ふむ。やっぱりボスが狼だった。うん、僕見えたんで、ボスの囲いなんじゃないかなって思って占いました。あ、自信じゃないけどね、はい、うん、ボスが狼だったんじゃないかな。そうか、ボスはそんな気がしてますね。トミさん本物だったんじゃないかな。私もちょっと、それは分かんない。自信と今日が残ってて、本物っぽい子を狼が噛んだんじゃないかなっていう、うん、はい、判断がついてないのかな。なんとなくね。だからもう本当にすいませんね。何も聞けなくて。でも新課長で強人小爆はあっても、もう狼目線はおめやさん、あめやさんじゃない、タミさんが、うん、あの黒田氏水原さんにしてるから、水原さんが、さんも、そうです、ね、もし人間だったら強人だってわかるし、透けてますね。透けてますだったら、透けてると思います。で。わざわざ噛まなくてもローラー足だと思うんですよ、我々は。うん、なので噛んだってことは本物っぽいんじゃないかなとちょっと思ってはいる、うん、そうですね。うん、でもいや、そういう表白ですよ。微妙な本物っぽいと私も思ってますけど、でもそれであえて噛むってこともなきにしもあらずではあるから、今日は、ケイブンさんはどうするんですか。僕は今釣りたい。釣りますよね。すごく安心だと私は思いますよ、ね。まあ、安全かな。狼何人だと思ってますか。一人は連れてると思います。一人は連れてると思います。確信はないけど連れてるかな、うん、
絶対違ってる？狼連れてなかったら、トミさんは狼に来ないんじゃないだろうか。一匹は絶対僕目線は連れてて、残り3分。ケイブンさん目線の狼誰ですか？だいぶ絞られてますよね。いや、占いの多分ボスっぽいんだけど、で、まあ他は1匹いるのか2匹いるのかわからないです。じゃあいきなりトミさんが強靭で黒だお前はって水原さんに行ってきたって思ってるってことですね。だから水原さんのやっぱりあそこでなんだっけ、あの釣られそうになった時に何も抵抗しなかったっていうのがこいつ人間っぽいなって思って行ったんじゃないですか、出したんじゃないですか。でもあのターンで黒出しするのは占いとしてもリスクが高いかなっていう気はしかもその時は霊媒がいないことは分かってないんですよね、先に書いてたから。そうだそうだ、釣られても答えが出ても確かに。そうだよ、そうだよね。えっていうことはということは、うん、やっぱり真の方が高いんじゃないかな。あそこで黒を出すっていうのは芯じゃないところ、噛まれてるから芯か強靭なわけで、うん、芯か強靭だとやっぱ芯の方が高いんじゃないかなって思ってて、うん、そう思う。いやでもそうかな、人間っぽく見えたんじゃないかな、ちょっと。とても、まあ、でも俺はあんま喋ってもしょうがないな、ここ。慶文さん視点だと、もう、うん、大徳さんも占ってるし、いやもう淵上さんか柴尾さんか宇多中さんの中に1か2です。だいぶかなり多いですね。はい。でもしょうがないです。そうなりますね。あ、でも3人占いが出ちゃってるから、強人がその中に多分1人いることは、うん、トミちゃんも予想できるから、うん、ってことは霊媒が1人出て確定しちゃったら困るわけで、うん、でそれが水原さんだったりとかしたら即嘘バレちゃうから、うん、やっぱり強人の可能性低い気がする。まあ動き方的に僕もそうかなと思いますね、うん、そうですね。そうですか。残り1分もしこれでトミさんをシーンで進めていくってなると、多分噛まれる可能性が高いよね。僕そうですよね、うん、多分噛まれることになって、で残りグレーで叩き合うみたいな感じになっちゃうかな。女性が残るんですよ。なるほどね。そっか、このシナリオはなるほど。なるほど。それならってわけにもいかないっすよ、そんなの。残り30秒。それわけにもいかないです。ちょっと待って。そんなのかない。なんかさ、そんなシナリオだった狼がね。いやそんなレッドが入って、はい、そのなんかさっきの2回目の、あの刺すときに水原さんにしている人たちはちょっと怪しいと思うんですけどっていうふうにおっしゃったじゃないですか。私はあれがちょっといまいちよく分からなくて、あの流れでトミちゃんの、あーあ、じゃあ質問してくださいトミは。そう、まだね、ちょっとね、話し合いはそれまでです。それでは本日も質問タイムに入ります。希望者は手を挙げてください。はい、では柴尾さん。はい、淵上さんに質問なんですけど、はい、多分今のところ一番白っぽいかなと思ってるんですけど、はい、この中だと誰が一番狼っぽいなと思いますか？狼っぽいのは分からないですけど、狼じゃないと思ってるのは田中さんで、理由は昨日あのパワープレイの警戒をする意見を出したのは田中さんの、あの時点で狼はパワープレイのことを警戒させずに進めれば有利だったと思うので、その話を出したことがすごく人間っぽいかなと思いました、田中さんが。で、あとはトミさんを信じているので、トミさんが占ったのがいないんですよね、あと残ってるのが。で、ボスが占った、人にも注目したいような感じです。はい、はい、ありがとうございます、はい、他に質問がある方、はい、まやさん。すいません、さっきちょっと途中になってやったんですけど、はい、その2回目の時に水原さんを刺した人たちの方が怪しいと思うっていうふうにおっしゃってたんですけど、私はあの時のトミちゃんの説明ってすごく筋が通ってるし、すごい信用できるかなっていうふうに思ったんですけど、なぜ水原さんというふうに刺した人の方が怪しいというふうに思ったんですか？と
筋はもちろんすごく通ってたし、芯っぽかったのはもちろんそうなんですけど、それでも、まあ、3ターン目はその占い師に移らないとギリギリのパワープレーのギリギリのラインだったじゃないですか。でもそもそも2ターン目でもあの占い師をちゃんと釣っていかないと、ミジンがいるって分かってるじゃないですか、占い師には、はい、占い師の情報って有益ではあるけど、でもニジンがいるから手をつけたいって思う人がいるんじゃないかなって私は思ったわけですよ、うん、なんですけど、その割にあのバーって黒が出た方に流れたから気持ちとしてはすごくわかるけど、狼がこっち側の占い師にあんまり手をつけたくなくって、みんな水原さんの方に入れたから水原さんに固まったんじゃないかなと思って、だから狼が水原さん入れた人の中にいるんじゃないかなって私は思ったっていう話です。はい、すみません、ありがとうございます、はい。では他に、いなけれなんかないかな、なんかないかな、なんかはい、では白田さん、大徳さん、はい、やや疑ってるんですが、そうかなと、なんか今日、うんうん、そのトミちゃん考えたのがボスが2人目の狼でもう1匹になっちゃったから、うん、グッジョブが出たらまた次の日連続で噛めばいいやで行ったのかなみたいな思うと、そのボスがそうボスが白出ししてる歌永さんか、うん、ケムさんが白出ししてる大徳さんどっちか狼かなって思って、最初は歌永さんを疑ってたんだけど、みんなの意見聞いたら、あれ大徳さん普通にあるかもって思ってきました。どう思いますか？なんか怪しいなって思ってる人とかいたら教えてください。はい、私目線では今柴尾さんをちょっと疑ってます、うん、というか誰にも占われてないし誰にもあんまり疑われてない気がするんですよね、うん、で疑ってるというか潜伏だったら怖いなという意味で柴尾さんです。比較的信用してるのは内神さんですかね。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、もう一個、マヤさんのこともちょっと信用しています。ボスがおそらく狼で黒出ししてきたんじゃないかなって思ってるからです。ありがとうございます。他に、はい、はい、では淵上さん、はい、僕も同じ先ほどの大徳さんと同じ意見でボスが狼だと思っていて、マヤさんに、仲間の狼に黒出すことはないと思っているので信用しています。人間だと思って信じています。なのでマヤさん目線の意見というか何かあれば聞かせてください。はい、私目線ではあのすいません、新井さんは多分まあ、人外だろうなっていうことはもう私の中で確定していて、であのさっきの説明を聞けてちょっとああどっちだろうっていうふうに思ってたんですけど、宇多永さんのことはちょっと疑っていました。で、あと大徳さんもちょっと可能性があるのかなというふうに思っていました。私の中ではちょっとまだグレーな感じかなと。はい、ありがとうございます。はい、では新井さん。はい、まやちゃんに質問なんですが、私が人外確定っていうのはどんな理由なんでしょうか？はい、私の中でトミちゃんは多分真にすごく近いというか、多分私の中というかもう多分真だと思うんですよね、トミちゃんが。うん、多分あそこまでちゃんと筋が通るように話できてっていうのは多分相当自信があるだろうしっていうのもあって、うん、であのさっきその新井さんに白出しをされたので、ちょっと待ってどっちだろうっていうふうに思っていたんですけど、今その、まあ、ボスもあの多分人狼か狂人だろうなっていうところからで、トミちゃんがしかも真だったらというところから、しかもその新井さんとボスのなんていうんですか、占い結果というかそういうのもちょっと見て、新井さんはやっぱり人外かなっていうふうに思いました。わかりました。はい、それでは他にいなければ投票タイムに移ります。
本日ゲームから除外したい人の名前をボードにお書きください。全員書き終わりましたら一斉に開票したいと思います。はい、それではよろしいですね。それでは全員開けてください。どうぞ。では新井さんの方から、宇多永さん、新井さんというわけで満場一致で本日ゲームから除外されるのは新井さんでした。カメラに向かって一言お願いします。まさか全最高位がね、新人の一言で釣られるとかね。大丈夫ですかこの業界。大丈夫か。大丈夫かな。まやさん、パワハラに負けず頑張っていきたい。頑張ってる。分かんない。やっぱ一気に。それでは、幼児者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、どうです。占い師さん、偽物さん、うん、いや僕が占い師です。私が占い師ですよ。かなりパッション出しましたけどね。いや、出てたね。出てたね。てか、もう僕から見ても明らかにこれあれやわって思ってたんですけど、あれから見たら一番そうやから。もう、狂人ねって。そう、完全にボスが、あ、狼だわっていうふうに思ってました、僕も。はい、いや、でも私死んだ後もなんか順調に狂人のはずなのに占い師してくれて、うん、ちゃんと白に白出してくれてすごい安心しました。いやーと、うん、でもね、 あそこどうするべきなの。ねえ、人狼評論家のガクさん。あ、すいません、皆様お疲れ様です。どうも、はい、ちょっと今やっと仕事が終わってやってきました。日本プロ麻雀協会大浜ガクです。2戦目から参加しますのでよろしくお願いします。今日ね、ちょっと僕大会の運営してきてたんですよ、うん、150人ぐらい参加する大会をなんかもう2セットみたいな責任者で、マジで疲れてさ、もうヘトヘトなの。でも俺、トミちゃんにマッサージとかしてもらったらすごい元気になれる気がするんだけど、どうかな。いや、私実は今協会の研修中で、うん、まさに大浜さんに研修受けてもらってるんですけど、うん、でも一言言わせてもらっていいですか。うん、てめえ気持ち悪いんだよ。てめえ僕昨日研修で講師でやって、あの、やってたんですけど、てめえです。てめえです。はい、ちょっとまだビンタ早いの。ビンタちょっと早い。まだ早い。いや、あの、まだ、あの、まだ研修の結果が来週だから、まだしない。そう、まだ結果を控えてるから、ね、すげえなんかパワハラっぽいの、俺。すごい最悪な人みたいな。まあ俺もパワハラしてきたから今。どうぞ。軽くしてきた。5人か、次。まもなく夜が明けるそうです。はい、お芝居で終わったな。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はいませんでした。おー、おー、すごい。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 さあ、それでは村人たちは本日も会議をしなければいけません。それでは始めてください。ダーシ絶滅の危機を免れた。これは、おはようございます。どうする、出すか。これは、騎士ぶっちゃけ出てほしい。出てほしい。誰を守ったか言ってほしい。そしたら二人白が出ますね。そう、うん、そうですね。これも出てほしいね。言う、白出してる人は、うん、だからいないんだけど、水原さん、いないんです。
いないよね。でも水原さんが黒だった。で、占い師の中に3人やったってことは残り1人だ、1人、狼残り1人だと思う。残り1人、うおー、うん、残り1人だね。で、6人だから2回釣るチャンスがあって、あるあるある。でも4人いて、うん、うん、これはもういろんな、いろんな何情報とかを総合して誰が狼かっていうのを推理するってことですよね。そうだね。はい、はいはい、私が怪しいと思ってるのはボスがやっぱり黒出ししてるから、まやちゃんもだいぶ後ろだと思ってて、思う、ってなった時に柴田さんか大徳さんでって思ったんですけど、あのボスか新井さんに入れるってなった時の投票で新井さんに入れてるのが、まあ、自分もなんですけどこの田中さん、柴田さん、私ってこの3人で、あと自分が狼一匹になっちゃうっていうのを考えたらボスに入れづらかったんじゃないかなってことで、今柴田さん怪しんでます。残り3分。あ、じゃあボスか新井さんどっちに入れるかっていう時の投票は洗います。そうね、ボスと新井さんの時はここで新井さんに入れたのか、ここの3人、うん、そうですね、あとは美佐川さん、でも1人は騎士で、うん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 、でも私目線だけど私は村人だから必然的に柴田さんが怪しく私目線では見えるっていう話、うんうんうん、逆に、え、あのその今はもう完全に騎士っていう風になって、うん、で白ってなった人、柴田さんもそうなんですけど、はい、お二人的にはどうなんですか。僕も今は、消去法的に柴尾さんがすごく怪しいなと思っていて、うん、なんかあんまり狼探せてない。いや、見たしたの探せてない。申し訳ございません。なんかわかんない。申し訳ございません。みたいな。考えてるのかわかんなくて。考えて、ちょっとさすがに占い3人が出てきて、まあ、私があのボスか新井さんかっていう時に新井さんに入れたのはまあ最初に出てきてて、一番最初に釣られそうになった時に一番まあカミングアウトしてきて、みんな言わなくていいじゃんって言ってる中でおっしゃってたっていうのがなんでかなって引っかかってたんですけど、そこが残ってたって。そうですね。じゃあ、ま、柴田さんが怪しいってみんなが思うのはちょっと分かったけど、それ以外に怪しいと思う人いないの、みんなその中なんか2番目ってことかな。そうそう、なんかみんな、うん、さあ、逆に柴田さんが怪しいと思ってる人も聞きたい、うん、私は大徳さん潜伏かなとはちょっと思ってます、うんうんうん、その新井さんが私は結構疑ってて、ボスか新井さんどっちが狼なのか分かんないですけど、白出されてて、私最初の結構最初のターンから白田さん白っぽいなってずっと思ってたんですけど。残り1分。でももし大族さんが狼だったら、新井さんから白もらった時点で狼目線では強人って透けたわけですよね。でそのタイミングで、トミーさん噛まれたんでしたっけ。違う、その次の日ですよね。でもなんか透けたからトミさん噛まれたっていう見方もできるかなって、うん、そしたら大徳さんが狼っていう可能性もなくはないかな、うん、でもそんなに、まあ、状況が状況だから決定的な何かがあるわけでもなくて、可能性があるかなぐらい、まあ、そうですね、そういう見方もできるかなみたいな。私が多分ボスが狼じゃないかって言い出したと思うんですよね。うん、だからボスが狼だったら、そこはさすがに残り30秒、うん、多分ね。ケイブンさんが狼だったら、ケイブンさんは正直白出ししかしてないので、あ、そう、強靭にしか見えないですね。もう死んじゃうだろうから、一応疑ってる人を言うと、一応という意味でね、あまりにもよくわからないから、はい、私は白田さんがこういう、うん、白田さんって人狼の時も自分の時もこういうスタイルだからか、みんなが全く疑わないのがちょっと心配だなって思って一応疑ってるってことだけ言うと、なるほどなるほど、一応ね、まあ、分かんないよ、私もよく分かってないけど、なるほどね、うん、話し合いはそれまでです、うん、それでは本日も質問タイムに入ります。はい、はい、では淵上さん、まやさんが最後に言いかけてたことを聞きたいです。あ、はい、あの私今ちょうど宇多永さんがおっしゃってたことを言いたかったんですけど、そのボスからの白出しで、あの白田さんも入っていて、で、あの宇多永さんも、まあ、白をボスから出されてたんですけど、そうなんですよね、あの私の中ではその
一人は多分普通に適当に、まあ、村人も白を出すと思うんですよね。ただその人狼の中から誰かを白出しをするっていうこともまあもちろんすることだと思うので、なので白田さんのことも若干もうこれだけの人数になってきたので、ちょっと全く白っていうわけではないんじゃないかなっていうふうに考えてます。それでは他に質問がある方いらっしゃらないの？いらっしゃらない。でもじゃあ一応聞こうかな。はい、では歌うんだ。大丈夫？え、ほんとなんかよしこさんいつもよりなんかちょっとおとなしいのはどうしたんだろうっていうのがずっと気になってるんだけど、はい、どうしたの？そう、私あの本当に何もない素村なので、みんなの流れ的にどういう風にしていけばいいのかが分からず空気読んでたのがあります。なんか仕事パターンが似てたから、そういう意味では私そんなにすごい疑ってはないんだけど、でもなんかいつもと様子が違う感じはあるから、なんかちょっと不安になって大丈夫なんか言うとか、いやあったら、今だって多分ね、すごい疑われてるターンだから、なんか言った方がいいや、あったら。そうですね。いや、私目線だと大徳さん、ちょっと怪しいかなって思ってて、まやさんはだいぶ白寄りだと思ってます。で、まあなんか、ちょっと白田さんすごい最初から白かったように見えたけど、すごい最初の方から白いなって思ってたから、ちょっと先入観はあったかなって今ちょっと思い直してます。それでは他に、はい、はい、では白田さん、田中さんに質問というか考えなんですけど、はい、私はあもうこれ柴田さん釣ったら終わりかなくらいに思ってて、うんうんうん、でも2回釣れるから、もし釣れるんだったら大徳さんと柴田さん釣ってほしいなっていうのもあって、柴田さんに最初に言葉を向けたんだけど、その後に柴田さんが怪しんでるのを私じゃなくって、うん、とか私と大徳さんじゃなくて大徳さんって言ったんですよ、うんうん、なんかこう言ってこう言って、で大徳さんは志望さんの方に来たんですよ、うん、だそれ私からするとこのこっち釣ればいいやっていう狼なのかな、もうどっちなのかなっていうのがなんか分かんなくなってきて混乱している状態です。気持ちはすごくわかるん、はい、だから私も決断は出せないんですけど、でも村人の目線で言うとよくわかんないから、はい、なんかいろんな人に人狼だと思う人狼だと思うみたいな言うよりは、あこの人のが多分一番怪しいかなって思うって言って一人を言うのってわりかし村人っぽい目線もあるし、でも二人疑うっていうのも村人っぽいのもあるから、だからそれの理由に疑うっていう気持ちには私にはならないから、ちょっと何とも言えない、です。大丈夫ですか？はい、では他に質問がある方いらっしゃらなければ投票タイムに移りたいと思います。本日ゲームから除外したい人の名前をホワイトボードにお書きください。全員が書き終わりましたら一斉に開票したいと思います。ごめん、よくわかんない。はいはい、それでは、まやさんよろしいですか？すいません、ひらがなにします。漢字がわかんなかった。はい、大丈夫です。はい、では皆さん一斉に開けてください、どうぞ、はい、大徳さんから柴尾さん、柴尾さん、白田さん、大徳さん、柴尾さん、柴尾さんということで、本日ゲームから除外されるのは柴尾さんとなりました。カメラに向かって一言、はい、何でもいいです。はい、あまりおしゃべりできませんでしたが、あ、しゃべればよかった。はい、というわけでこの時点で村人チームの勝利。ご主人様、本当すいません。すいません。すいません。やったー。
聴者に役職を公開してたのでまあ誰が誰かは視聴者は分かっておりますというわけでね。柴田さん どうでした？ドキドキさまちょっとあのお二人がいなくなった時にあっそうなりますよね。もうね最終的に私フッチーさんを内神さんを噛んで、ね、女だけになるなやばいなこれドロドロだなと思って思ってたらね噛んだらやったー思いませんねやったえその前日は誰守ってたんですか。1日目は誰だ1日目守ってて1、2、3、4だったかな。守られたまるで守られてない占い師は噛まないだろうなと思ったのだから守りに行かなかったんですなるほどねでも、はい、トミさんが私怖くて怖くて怖くてでも私当てましたよ私は帰った瞬間絶対押してたんだってそう、そう、あっという間だから絶対バレるから早く はい、というわけで、第1ゲームは村人チームの勝利でした。まあ、それでは第2ゲームに移りたいと思いますが、役職の振り分けなどちょっと準備に時間がかかりますので少しだけお時間をいただきたいと思います。その間に、ちょっと CM とかも入ったりしますので、はい、では皆さんちょっとだけお待ちください。それでは2ゲーム目でまたお会いしましょう。バイバイ。皆様大変お待たせいたしました。それでは麻雀プロの人狼スリアロ村2ゲーム目を開始したいと思いますが、1人メンバーが入れ替わっておりますさあそれでは自己紹介しぶしぶさせてあります。どうぞ日本プロ麻雀協会の大浜岳です。よろしくお願いします。今日ちょっとスーツ着てるんですけど、あの2日目以降脱いでくんで皆さんあの殺さないようにネックスタイルをといたんです。でよしこさかわいそうだったマジで。でも俺がいなかったからだよ。俺がいればよしこは持ってあげられたから今回俺守っていったらよろしくね。お待ちください。先ほどトミさんにも天国ルームで同じことをおっしゃった言ってないよ僕はそんなこと言わないよ。語りですね初日釣りで初日釣りで守るのよ守るの絶対しよう運営コメントでも君に2日目の朝は来るのかい来たばっかだもんさあそれではこのメンツでやっていきたいと思います。ルールに関してですが、1戦目と同じです。連続ガード禁止で、占い師はゲームマスターからお釣りを聞いております。いつもだったら2000万役職掛けなどがあったんですが今回はありません。1戦目と全く同じルールでいきたいと思います。それでは始めたいと思います。恐ろしい夜が明け朝が来ました。村人たちはこの中から一人化けた狼人狼を探し出しゲームから除外しなければいけません。会議の時間は5分です。それでは始めてください。おはようございます。じゃあ井海さんに、はいはいはい、じゃあ初日ね前回は役職を出さずに、まあ、1日目を乗り切ったんですけれども、まあ、今回どうしていきたいか誰か作戦のある方自由でいいんじゃないですか。自由何もありですね。出るも出ないも自由ちょっと出るも出ないもなんか最近ちょっとその全然関係ない話なんですけど、まあ、TLPT の舞台とか見に行ったりとかでなんかちょっといろいろ自由にやって面白いなって思って確かにね役者が出たいと思ったタイミングで出ればいい。いいと思います。これはなしにしましょう。あの霊媒がとか占いが出たとして、うん、今出なかったらもう信じませんよみたいなのもなしですよ。本当に自由な感じで2日目に出てもそれも信頼と変わらないよというのを踏まえた上で僕は占いです。結果はまだ言わない。それは明日なんかも生きていたいからですかもしかして。なるほどね。票が集まるかもしれない。むしろ集まるかもしれない。脱ぐためこれさすがに票は集まらないでしょ。しょうがないね。これは何はこればっかりやったから転がしを結果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 がいいのかどうかってさっき言ったから言わないって言ってるからいいんじゃない。言わなくていいんじゃないですか。まあ、でもいいのか。でも明日いない可能性もワンチャンありますね。で、その巨額茶の白が噛まれちゃうかもしれないから。そうですね。でももったいないし。でも僕の白が
噛まれる分には僕死なないから。あ、でもチュラリちゃん守り先も守り先も、ね、いやでもまあどっち守るかもわからないから、うん、情報を落としてくれた方が僕はいいと思いますね。じゃあ結果言います。結果ボス、あ、はい、はい、ボスです。え、ボスが無駄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 人間ですね。ボスが無駄なんで言ったんですか。ボスお疲れ様です。もしかして僕本物なのに。はい、言いたいことは言わないです。うわー、また気持ちいいな。これ出なしょうがないでしょ、これ残り3秒です。出た方がいいです、絶対。残念ながらもう2日目ぐらいまで寝てるかと思ったらもう出なしょうがない。結果どうします。結果これは言った方がいいんじゃないですか。そうですね、結構生きてるかどうか微妙な感じじゃないですか、これ。ええ、もう死ぬですからね、死んでくださいよ。あ、そうですね、でも言ってもらった方がいいかも。言ってもらった方がいい。2人出たら言ってもらった方がいいんじゃないですか。わかりました。はい、もうこの人だけは白じゃなかったらいいなと思ってたら、もうトミちゃんが白です。うわぁ、えぇ、ー、私市民。え、え、なに。あ、いや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 、そういうのすげえ飽きたってことですよ。あ、そういう人じゃなかったらいいな。いやいや、この人だけはって言ったのが、なんか選んだっぽい雰囲気を醸し出してたような気がする。あ、なるほどね。全然の記憶がないですね。あったんじゃない。まあ、なんなら他のも募集しちゃいます、うん、出たければ。なんかでも、井上さんがさっき出かけてませんでした。出かけてないよ。出かけてない。でも、まあ出る出ないよ。言わない方が良かったし、今日は最高でもっていうことで、自分の人に言うと、大浜さんが言おうとしてなかったので、強靭はないのかなっていうふうに思ってたんです。真か狼か。もし強靭だったら、大浜さんが、大浜様が言ったら、まあ狼に白出したいじゃないですか。だから狼か神かなっていうふうには思ってました。うん、ああ、そうか。狼に白投げられれば自分が明日死ぬこともないしってことですね。ちなみに、あの占い結果を言ってくれっていうふうに結構押してたのは樋口さんだったと思うんですけど、はい、それはあの今後のな、ど押してたのはどっち寄りとか材料になりそうですか、樋口さん。はい、ちょっとそれにしてない。樋口さんにとってもらいたい。樋口さんあれよ、狼かもしれないから。いやいや、あ、まあ、そうです。要は結構占い結果伏せたままでいいんじゃないかっていう流れの中で、樋口さんはあの占い結果言ってくれみたいな感じで押してたと思うんですよ。そんな印象があるんですけど、ワンチャンあるんでね。はい、うん、これって、うん、その今占い結果を言ってくれっていうのは村寄りの思考なのか狼寄りの思考なのか、どっちなんですかね。今の僕の考えだと狼寄りの思考にはなるんですけど、狼寄りの思考。残り1分、はい、まあ、ちょっと先よ、次先で、まあいつもだと、まあ、この3人以外から選ぶじゃないですか。それも自由でもいいかなって思う反面、ボスと僕だけはとりあえず相互に投票でもいいかなと。今日集まんないでしょ。あ、そうで、僕もこれでも潜伏してる霊媒師過ぎたくないっていうのがあるから、いや、もうここはそれは見るであんま炙り出すのは僕は反対ですね。もう釣られちゃったらしょうがない。しょうがない。釣られちゃったらしょうがないですか。残り30秒。しょうがなくて、オオカミの組織票とかをちょっと減らすために、こことここはやってもいいかなと思います。まあ、役かけなきゃ減らすかもみたいな。いや、ほんまに反対かな、俺は。組織票の効果が薄まるんじゃない、2人が入れれば。2人が信教だとしたら、そしたら、オオカミの組織票の効果、逆に薄まるとしたら、入れた方がお互いじゃないか。じゃあ、自由の方がいいとします。でも、潜伏してる占い霊媒に入れちゃうの可能性があるのは結構反対。まあ、10分の1はもう、泣きましょう。もう、僕は思います。時間もないしな。あれ喋ったの、話し合いはそれまでです。それでは本日も質問タイムに入ります。希望者は手を挙げてください。はい。誰に聞こうかな。誰にでも正直よくわかんないところだからいいんですけど、じゃあ、あ、まさに聞こうかしら。はい、あのやめてもらっていいですか。あ、まあ、いや、もう示しちゃったから、あの、いいですか。しますね。それタッチ喜ぶんで、あまりにも、あまりにもちょっと今、その2人に入れない以外の話がまとまらなかったんで、なんかちょっと票が完全に、まあ、偏らないのかもしれないけど、本当になんだろう、あ、うん、うまく言えない、潜伏してる人吸っちゃう可能性があるじゃないですか、役職を、はい、でもそれをどうにも避けられなさそうというか、え、何？さっきみたいにさっき仮投票したんですね。あ、でもさっき今仮投票とかしなかったから誰に行くかも全くよくわかんないんですけど、だから多少なんだ、選んでもらった方がいいのかな、選んでもらわない方がいいのかな、もうダメだ、私がよくまとまってないから。はい、まあ仮投票するんであれば、それは昼の時間に
話し合うべきだったことで、はい、それをやらなかったことで、うん、まあボスも言ってたようにもう釣られたら釣られたらしょうがないでしょうと、もう完全にそんな感じで、まあそんな進行でいいんじゃないですかもう誰でもいいよって感じですか、うん、じゃあみんな誰でもいいそうですで、なんかよくわかんないはい、では他に質問がある方やってればまあ投票してみちゃいますか。判断作業が少なすぎるよ。じゃあ投票しちゃいましょう。マジか。はい。じゃあ本日ゲームから除外したい人の名前をボードにお書きください。そう。私これ。あ、大丈夫。多分じゃあ取られる。やむなこれにして。やむなこれにして。全員書き終えたら一斉に回答したいと思います。はい。では待って待って待って、はい、ちょっと待ってね。はい。いやもうこれもうよくわかんないから。待ちますよ。どうすればいいのかわかんない。自由。待ちますよ。豊田さん今日ネクタイかっこいいですね。ああもうアルマーニです。いやいやいや、アルマーニ。なんだそれ45,000円。やっぱりお給料いっぱいもらってるんじゃない？いやいやいや、やっぱりスリアロってホワイトな会社だね。これは朝起きたら枕元にあったんです。それだって。はい、というわけで皆さん書き終えたので一斉に当ててください。どうぞ。はい、では新井さんの方から樋口さん、柴尾さん、大徳さん、大徳さん、淵上さん、大徳さん、水原さん、樋口さん、新井さん、城田さん、大徳さん、城田さん、城田さんということで本日ゲームから除外されるのは4票の大徳さんですね。はい、それではカメラに向かって宣伝でも何でもどうぞやっちゃってください。あれゲームのことはダメなんですよね。ゲームに関することはちょっとお断りしております、はい、はい、宮氏よろしくお願いします。素晴らしい。天国行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。それでは容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。お疲れ様でした。やっと休憩できた。つらめちゃいましたね。なんかね、すごくなんかもっとばらけんのかなとかも。いやでも私、まあ、でも結構喋ってなかったんで、票入りそうだなって自分で思ってました。思ってた。意外と外から見てるとそんな感じしなかった。ね、そうですよね。いや全然ね、私かでも私か柴尾さんに入るかなって思ってたけど、柴尾さんに入れたのが私だけだったから。ああなるほど。ちょっと親って思ったけれども、うん、ぐらいかな。うん、まえさん、占い師どっちが本物だと思います？私、そうですね、なんかあの今の段階でですよね、うん、今の段階でだと、なんでしょうね、大浜さんは、まあ、今の段階でですけど、うん、まあ、白なのかなとも思うんですけど、ただ、うん、いかんせんなんか別の意味で別の意味でね、うん、そうね、別の意味で白になりきらないっていうのがある気もするんですけど、どうなんですかね、どんな感じでした。まあでも多分、まあ、本物か狂人かどっちか、まあそうですよね、そうなんですよね、なんかあの、うん、人ではあると思うんですよ、人ではあると思うんですね、人ではあると思うんですよ、なので人狼ではないと思うんですけど、うんうんうん、ただまあ進化強靭化みたいな感じですかね、うんうん、次誰が噛まれますかね。そうですね、さっきは初日で霊媒が噛まれちゃったので、うん、あれは今回はなんとか村人を噛んでほしいですね。本当そうですよね、ちょっとなんか村が不利な進行かな今って感じがしてますね、うん、まあさっきとかでもそうですけど、やっぱり霊媒って大きいですよね、うん、そう本当に、うん、さっきの狼のメンツが分かってたんで、なんかちょっとメタ的に誰が噛まれるかなっていうのは予想できたんですけど、うん、誰噛まれるかな、今回割とばらけてましたし、ね、手振ってって来ましたね。おはいマヤでーすとか言ってこんなことやってたら怒られる。怒られない、大丈夫だよ。ちょっとノートパソコンで名前ちょっと隠れ気味だし
マヤです。身長。すいません、小さいもので見えますかね。大徳さん、どんどんそれをアピールして。ニャッシュでーす。ニャッシュでーす。カメラどっちだっけ、あっちかな。カメラあっち、そこですね。今日誰かまれるかなー。でもね、狼が優しかったらさっき最後まで生き残ってた人を噛むかもね、うん、そうですね。個人的にはさっきハーレム状態になってた淵上さんとか悲しい悲しい悲しい淵上をいや今度は男性が残りそうですね。占いどっちも男性ですし。あ、そうですね。あ、ニャッシュ手振ってとかも来てますよ手が短いので。可愛いですよね手が短いんです。可愛いです。まだ販売してないんですけれども、ゲーム内で告知をするのでエキダッシュで検索してくださいはい、エキダッシュです。露骨なでもあれですよね、このやっぱり初日ってまだまだ不透明な部分って多いじゃないですか。そう、なんかまだまだ勘というかその直感的なものが多いですけど、2日目あたりからどんどんいろんな人の表情が見えてきますよね。やっぱり占い結果が大事ですよね。うん、強靭の黒特攻ってやっぱり難しいと思うので、うんうんうん、そうですね。うん、いやでも大浜さんとかならやるかもしれませんよ。怖い怖いでしたらと思うとね、なかなかちょっと楽しみですね。ニャッシュ帽子取ってみてって。おちょっと外れないんですよね。ニャッシュの帽子は取れないです。指かわいいよって言われます。もうすぐ夜が明けるそうですよ。お、そろそろ誰かな、誰かな、誰が虫に来るかな。ててください。ちなみにカラシかな、カラシかな、カラシ大丈夫かな。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は新井さんでした。全最高位、カメラに向かって一言お願いします。あ、いいっす。ゲームのこと言ったらダメなんですね。ゲームのことは、はい、そうですね、そうですね。誰がみんな頑張ってね。誰がタイプかと。いや、誰がタイプってみんな大体誰でもいい。誰がタイプか結構ポイント下がります。あいつチャラオかよ。頑張ってね。あいつ本当最低なやつ。それでは、最低のやつが天国ルームに送られたところで村人たちは本日も話し合いをしなければいけません。それでは始めてください。おはようございます。おはようございます。じゃあ占い結果をね、はい、占いましょう。指を指す感じ。そうですね。白なら白で、狼はこれで。同時で。同時です。じゃあ誰か。その前にじゃあ。今日出る占い師も募集しちゃいます。あ、じゃあ、まあ、出るんだったら今出てるね。あ、じゃあ出るんならせーのタイミングで一緒に。その時にだからボードに書くってやつ、出てもらってそれでボードに書いてもらいましょう。あ、そうですね、昨日やったやつ。昨日みたいな、昨日っていうか前回やったやつ。あ、はい、見てね。あ、いたよ、はい、いた占い師です。はい、じゃあで結果をじゃあみんなみんなじゃあ書いてください。はい、じゃあ占いの人を書いてください。また3人出たのに。3人出ちゃったね。なんかトレンドでいいかも。トレンドでいいかも。でもガクちゃん、ガクちゃん視点は分かりやすいことになってるからな、これ。そうですね。うん、樋口さんが狼だからな、ガクちゃん視点は。うん、白出してるから。そう、白出してるから。そうだもんね。じゃあ一斉にかけたら。え、昨日の結果だけ書くだけだよ、これ。そうですね、2人は。あ、そっかそっか、そう、2日分だから一斉に出せるように。じゃあこれを書いた上で霊媒から出すみたいなのは。あ、でもそれは自由なんで、だけど霊媒がこのタイミングで出た方がいいなと思ったら今出ればいいし、メリットがあればですけど、場合によってはじゃあいいじゃないですか。まあ早く書きましょう。書き終わってるからね、結果ね。せーの、せ。はい、トミさん狼でした。シバオさんが2日目狼でした。うお、白んのでした。トミちゃん、オオカミ。うわー、白出ししてるところを占ったら、うん、はい、理由も喋って。パンダ、じゃあ理由をじゃあお願いします。はい、まあ今日初日からちょっと僕結構自由なノリで進めさせてもらってて、はいはい、まあこれ正直占い一人ずつしか出てなくて、これって多分あんまり心象良くない行為だよねと
と思うんで、僕はあんまり本物っぽく見られる行為とは思ってないんだけど、まあそういう信仰もありかなと思って、トミーさん占ったら狼でした。まあボスはだから最初狂人だと思ってたんですけど、あ、でも私3人目です。ちょっとガクちゃん今の発言はないんじゃないの？ちょっと怪しいと思う。今のはやばいんじゃないの？だってガクちゃんしてだってボスは狂人確定だからね。1日目に白を出してる。白を出してる。狼狼。私狂人確定だからねボスは。あ、はい、僕が出してるのか。まあまあ信憑性がこっちからだけど。はい、これは、はい、ミレスさんが1日目に、すいません大徳さん占って。まあ、昨日の感じだとしょうがないよね、もう。はい、大徳さんに。で、一応その白を出した方がいいんじゃないですかっていうのも、一応私が新占い師だったので、ちょっと気になってそれを言いました。あ、なるほど、それはそういうことか。はい、ね、それで、まあちょっと新井さんに、樋口さんなんでって言われちゃったんですけど、まあそういうのがあったので、ああいう感じになってました。はい。2日目に柴田さんを占ってる。で、霊媒師はどうしてるんですかね。まだ潜伏するんですかね。これでも、今日誰釣るかによって、その霊媒師潜伏するかどうかって、確かに決めた方がいや、まだ出ないって気がする。黒が、まあこっちちょっと怪しいからあれなんですけど、まあ、黒が出てるから、そもそもパンダなんで、いや、そうだからこれはもう信用ちょっとできないんで、うん、こっちなら柴尾さんをあの、釣って霊媒師が多分いるであろうことを期待してあれするのか、それとも占い師をの、まあ、一番ここが怪しい、あ、もうどうしようもないから、ここからかかここかっていう話になると思うんですけど、どうします？僕の件は今死んでない。だってほら、今もう言ってることがちょっと矛盾してるからっていうことですね。そう、そう、こっちかこっちが進化の、ね、もし黒を釣るんだったら今日絶対霊媒出てほしいなと思ってて、いや、逆に潜伏してほしいかなと思って。いや、それで守られるかどうかが分かんないから、もし噛まれちゃったらと思って潜伏の方が僕守られ、まあ、いや、狼視点は、まあ、柴尾さんが白か黒かは僕は分かんないんですけど、狼はあの、芯が誰かある程度、あるですね、ほぼ多分分かってると思うので、狂人語学ではない限り分かってるんで、霊媒は残り30秒出るべきだと思います。はいはいはい、僕はあの新井さんも大徳さんも死に際にすごいなんか痛そうな顔をしてたので、うん、そこに霊媒がいたかもしれないんですよ。で、明日霊媒、今日潜伏してください、明日出てきてください、出てきた霊媒師を信じれるかっていう、じゃあでも連れて今日も信じれない。いや、だからでも早い方がいいです。じゃあ一緒じゃないですか。でも、なので明日出てくる位置と今日出てくる位置はちょっと重みが違う。いや、結果を見てっていうのは、まあ、というか、僕もこれいないと思いますね、残念ながら。いや、私は、あ、霊媒がね、え、もういないってことですと思いますね。これだけ出ないのは多分いないと思います。なるほど。私もいない可能性の方が高いかなと思います。で、柴尾さんが、ちょ、僕分かんないんですけど、村なら頑張ってほしいんですけど、村です。あ、特に役職しようない。話し合いはそれまでです。それでは本日も質問タイムに入ります。希望者は手を挙げてください。はい、柴尾さん。はい、ボスに伺いたいんですけれども、はい、ごめんなさい、さっきおっしゃってたかどうか聞けてなかったんですが、白田さん占われた理由って教えましたっけ？言ってないですけど。あ、じゃあそれを聞きたいです。いや、昨日も投票もしてましたし、あのちょっとまあ、単純に疑っただけというか、ね、まあ、いろんな理由はいろいろあるんですけど、まあ、さまざまな理由で疑ったけど人間でした。ありがとうございます。他に質問がある方。はい、はい、では二中さん。そうかな、田中さんにいいですか？はい、はい、一番多分なんか、意見がまとまってそうなんで聞きたいんですけど、まあ、別に誘導したいわけじゃないんで決め打ちしなくても全然いいんですけど、その占い師から、私はこの状況だと霊媒師がいないって強く思うんだったら、柴尾さんよりも大浜さんを釣った方がいいんじゃないかなってちょっと気持ち的にはあるんですけど、なんかどう思われますか？霊媒師がいないんだったらっていう風な意見を、そのフッチーさんと田中さんが今ちょっとおっしゃってた感じがしたので、まあ、霊媒師がいるって思うんだったら柴尾さんを釣ってみてもらった方がいいですけど、いないかもしれないんだったらもう結構怪しい。逆に霊媒師がいるんだったら、うん、パンダのトミちゃんを釣って中身を見るのが有効ですけ ど、うんうん、いないんだったら、要はトミちゃんを釣ることイコール、ボスの芯を切るに等しいと思ってるんで、
今日はあの単独の黒の芝生さんを特に霊媒師がいないんだったら釣るべきで、あの樋口さん視点の黒、他の視点のグレーなんで芝生さんは、だからどの占い師から見ても釣る価値が、釣る意味がある人なんで芝生さんかなと思ってます。なるほど、そっか、どっちもわかるな。でも分かりました、すみません。他にある方、はい、では白田さん、田中さんに私も理論がちょっと分かんないからもう一回聞きたいなと思って、はい、その占いから行くメリットって、占いさんに言う中に、うん、まあ狂人と狼がいて、うん、6割ぐらいで偽物が釣れるからっていうことだと思うんですけど、うん、結局それも霊媒がいないと確認ができないことなので、3割の芯を釣っちゃう可能性があるって思ってるからよく分からなくて教えてほしいです、うん、それはもちろん3人が全然ちょっとよく分からないんだったらあれなんですけど、ちょっとさっき大浜さんの発言が、自分のが芯だったらでも白って出してて狂人で狼なのってすごいもう分かりきってることなのに、ちょっと話が意見ぶれてたから、それだったらもう多分もう 狂人か人狼で占い師として出たとしか考えられないから、それだったら私はもう怪しいって思ってる人がいるんだったら占い師から釣ってもいいかなってちょっと思っただけです。ありがとうございます。はい、では大浜さん、宇多永さんに、まあ、質問か、はい、本当ごめん、マジで言い間違いなの。マジで言い間違いなんだよ。なので信じてくださいとしか僕は言えないので、信じて くれますか。マジか。今すぐ釣りたいかどうかっていうのとはちょっと別で、まあ私の中では釣る候補ではありますっていうことを言いたかったっていう話です。頑張って挽回する、挽回します。はい、すいません。はい、では他に、はい、では猪飼さん、トミちゃんに質問なんですけど、はいはい、今占いの内訳を考えて、内訳を教えてもらって、はい、私目線割とはっきりしていて、大浜さんが白出しをしました。で、白出しをされたボスが狼だった場合は狂人になるわけじゃないですか。でも狼だった場合は狂人を潰すためにわざわざ占いでしたって名乗る必要がないんですね。なので狂人が誤爆した本物の占い師だったと、あの私が白出しされてなくてもそういう目で見るかなと思います。そしたらボスが真の樋口さんが狼になる、あれ大浜さんが狼の可能性もまあなくはないですけれども、そういう目で私は見てます。はい、では他に、はい、では田中さん、猪飼さんに質問です。今日まあちょっとどこを釣るかわからないんですけど、うん、まあ、仮に今日芝生さんを釣るとして、はい、あ、違うな、ごめんなさい、今日トミちゃんに指示を聞くべきだと思います。聞くべきだと思います。思います。はい、はい、分かりました。はい、では他に、はい、では芝生さん、はい、樋口さんに質問なんですけど、はい、私3人目で占い師が出てくるメリットってあんまりないなって思ってたので、真かなって思ってたら、はい、占い結果で私黒で出してきたので、私の中では人狼か狂人か、必ず人外どちらかなんですね。そうですね。で、私を占ってた理由があんまり喋ってなかったからっていうことだったんですけど、他に喋ってない人たちの中で怪しいなって樋口さん目線で思ってらっしゃる方はどなたですか？まあ、2人申し上げますと、猪飼さんとあと淵上さんが今怪しいなと思っています。占うかどうかは別ですが、そう思ってます。はい、他に、はい、では水原さん。白田さんに質問です。はい。はい、白田さんの現状の占いの内訳の推測を聞かせてください。大浜さんはちょっと言い間違いかもしれないけど怪しく思っていて、でトミちゃんと一緒なんですけど、その怪しい人にもし狼がボスが狼で白出しされたら、ちょっと潜伏しとこうみたいな、様子見とこうみたいな感じになって多分出ないんじゃないかなとか、さっきの占い3人があったからちょっと霊媒の様子も見るんじゃないかなと思って、ボスは狼はないと思ってて、心境心境、うん、
かな。でヒグミンがそうすると本物か狼かなって思ってます。お客さんが狼か狂人、うん、そうそうそう。でそうするあそれだけか。はいです。はい、はい、では樋口さん、はい、あ、井川さんに質問します。はい、霊媒師はいないと思いますか。そうですね、死んでる可能性があると思います。ありがとうございます。はい、では他に、はい、ではボス質問していただきたかったんですが質問が来なかったんで質問の内容の中でちょっと話します。シロスさんに質問です。まあ、僕はもうトミさん、トミちゃんとシロスさん村なんで、まず今の見解で言うとさっきと同じです。樋口さんが黒だと僕は思ってます。で田中さんも黒だと今思ってます。であとは水原さんと藤山さんのどっちかが黒だと思ってますという、まあ、僕の読みはどう思いますか。ヒグミンが最初に水原さんに入れてるからこれはちょっと狼が狼に入れてきたんじゃないかなってことですか。それとも単純に挙動が怪しいからですかね。質問返しは。あ、そっかそっか。どう思いますか。ちょっと私の頭が弱くてどうしてその結果に行き着いたのかわからないのでそこを説明してもらわないとちょっと何とも返せないです。はい、はい、まあじゃあ OK。 はい、じゃあはい、でははい、淵上さん。はい、僕は今柴尾さんを投票する理由がまだよく分かっていなくて、誰に質問です。井川さんに質問しようかなと思ってます。はい、はい、思っててそれよりかはもう占い師に入れた方がいいんじゃないかとすら思っているんですね。ちょっと早いかもしれないけど。で今どうしたいですか。どうしたい。占い師に入れるのであれば大浜さんに、まあ、ただし狂人の可能性が高いと思ってます。うんうん、はい、うん、はい、はい、白田さん、田中さんに、はい、柴尾さん釣るのも多分戦略的に多分黒で他の人から見てもグレーだかっていうの分かるんですけど、もしヒグミンが狼だった時、狼か死んだったとさっき他の人の質問の時にも言ったんですけどがあると思ってるんで、狼だったらいきなり黒を出し身内にするかなって思って、ちょっとそこがまだ分からないから、柴尾さんに入れるんだったら私も怪しい占いに入れてもいいかなって今思ってるんですけど、どう思いますか。占いは僕はまだちょっと早いと思いますね。樋口さんは確かに狂人の可能性は低いですよね。新狼どっちかだと思ってます。でただだからでも出方的にも五分五分だろうとは思ってるんで、釣る価値は全然あると思うんで、僕は柴尾さんに入れようと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、それでは他にいなければ投票タイムに移りたいと思います。本日ゲームから除外したい人の名前をボードに書いてください。どうしよう、困ったね。困ってんだな。どうしたらいいんだろう。あ、それ多分いい。あ、入っちゃった。全員書き終わりましたら一斉に開票したいと思います。大丈夫ですよ、待ってますよ。マジかわいい。待ってますよ。マジかわいい。呼びください。大浜に入れようかな。決まりました。はい、見ました。はい、それでは一斉に当ててください。どうぞ。では、井海さんの方から柴尾さん、柴尾さん、富さん、田中さん、柴尾さん、大浜さん、柴尾さん、大浜さん、柴尾さん、大浜さん、大浜さんということで、本日ゲームから除外されるのは柴尾さんとなりました。はい、カメラに向かって最後に一言。おやすみなさい。村の勝利を願っております。はい、かっこいい。何なの。よし、この後でやっぱ大浜にするわ俺。それでは4人
事者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。ね、もう狭いよ、狭い、狭いよ、ほんとめっちゃ広いじゃないですか。あれ、どうしよう、そんな寄ってきたかったのね。いやおー、まあ広く使った方がいいからね。はいはいはい、暑いね。はいはいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れちゃいましたね。疲れちゃいました。どうしようね、これはどうしようね、かわいい、かわいい、今のどうしようね、どうしようね、録音したい。楽しいんですけれども、私としては、でも大浜さんがすごい釣られやすいからね。あ、そうですね、まあそうですね、うん。あれ次何脱ぐの、あれ、いや、なんかなんだろうちょっとでもあと1枚しか着てらっしゃらないですよね。でもやばいんだ、うん、もう瀬戸際ですね。瀬戸際、これあのニコ生ってどれぐらい脱いで大丈夫だ。ちょっと待ってください、もういけるんだ。結構前提ですか。まあだって多少ね、あそこまで言った以上はちょっと脱ぐでしょ。あ、もうちょい脱ぐでしょ。うん、そうなんですかね。ベルト外すとかしょっぱいことするのかな。いやー、なんか見つかれないかもしれないから、うん、ね、靴下とか。うん、もはやカメラにすら映らない。あれ、これはこの場所ではもうみんなゲームの見解とかは述べないんですけど。そう、あの、それは言わないみたいな。なるほど。一応あの上的に僕が人間っていうことだけかな、ここで。そうですね。噛まれたから、まあ、情報整理ぐらいはしてもいいかな。あ、そうですね。しちゃいましょうとかにちょっと。しちゃいましょう。あ、そうそう、ガクちゃんが今ミスったのって何ミスったのか誰か分かったらコメントで教えていただきたいんですが、ね、教えて。最初に、そう、なんか最初ミスったとか言ってませんでした。あの、ミスったのは、言い間違い？あの、うん、ボスに白出しをしてたのに、うんうんうん、ボスが狼の可能性もあるっておっしゃってたのが、白出ししてたんだったら標準確定なんじゃないの。なるほど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 、はい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 、そういうことですね。うん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 、今はミスですね。だいぶそれはそこそこミスですね。いらっしゃいました。パッション出してたね。それ信じて信じてって、うん、とりあえず人間確定のケイブンさんは誰が狼、あ、3人の占い師どういう感じだと思ってますか。人間、あ、そうですね、僕は言っても大丈夫なのか、うん、ですね、さすがにボス狼はないですよね。うん、あれボス狼で出たら 裏書きすぎだけど、さすがにないやろと、うん、白出されて出ればない、うん、で、ちょっと僕初日にヒグミンを結構強く疑ってたじゃないですか。でそれで僕が噛まれて、でヒグミンが占い出てきてっていう感じなんで、僕の占いの内訳予想はガクちゃんが狂人、ガクちゃん狂人、ガクちゃん狂人、ボスが神で、ヒグミンが狼っていうのが今のところ僕の予想です。はい、そんな感じです。はい、どうでしょう、うん、どうですかね、うん、そうだな、まあまあ、まあありそうな、そう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 、そんな感じだと思います。まあでもやっぱり上にない方がちょっと見てて、僕ね、見てるとこれ上ないの見てる方が好きなんですよね。そうですね、うん、ね、分かってるとなんかこう、はい、メタ的な推理とかしちゃいますし、うん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 、いやー、しかし、ね、誰噛まれるかな、難しいですね。そうですね、今日誰噛まれると思いますか。今日は誰かな、うん、でも今日、今日こそ淵上さんかな、うん、白が出てる人って生きてる人いますっけ。白出て生きてるのって、トミちゃんとミオンヌ、ミオさんですね、はい、ミオさん、まあ、あとボスもいますね、うん、白田さんでもいいの。そろそろヨガ、そろそろ、はい、ヨガ開けるそうです。さあどうなっていくのでしょうか。またね、またね。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は猪飼さんでした。
カメラに向かって一言を最終日まで早いよ早いすいません長生きした方だよ隣のお部屋にマイクを置いていってくださいさあそれでは、本日も村人たちは会議をしなければいけませんそれでは始めてくださいおはようございまーす霊媒を置いといて霊媒行くかどうかもう一回聞いてみようよえ、でもそれ占い取りって言った後でいいんじゃないさすがに霊媒行ったら本物じゃないそうするじゃあまあそれでいいやじゃあまあ僕は霊媒出てほしいですね先にその人は、ね、まあ人がいと思いますけどねまあいいですはい、え考えてじゃあせーので指さすんであじゃあこれがいけますか、うん、あの左右もわかりますね、うん、大丈夫ですねはい、はい、せーのはいうん大浜さんが淵上さん、はい、僕私も淵上さんですはい理解さん理解さんに診断の人なんだはいじゃあ霊媒いたら霊媒いますか本当にいないんですねいないまさか伊海さんが変われるとは思わなかったどんな感じですかえ、狼の人もね、流ればいいんじゃない霊媒って乗っ取れますよ、今多分でもかなりぽかったですもんねいやね、これ連れてる可能性あるね僕は、伊海さん伊海さんやっぱり、俺狼連れてる可能性ありません結構僕はないと思いますね、うん、僕でも三狼残りの、二千服ですかていうか、俺ちょっとパッション出していかないとこれだいぶ滑りそうなんで先に言わせて客観的な目線ね、はい、客観的な目線で昨日って芝生さんか俺が釣られそうだったよね、はい、で4対5でしたね4対5実際4対5でギリギリだった、はい、で芝生さんの投票先田中さんに入れてるんですよ、うん、であんだけ票が集まりそうなのにもし、もし、だったら俺に入れるよねちょっとなんか変でしたねそう、なんか変なんだよ釣られる、釣られそうな気になって、それは確かに気になったことになってそう、だって俺芝生さんの立場だったら絶対俺に入れるもん俺しかも結構疑われてて本物と思われてないじゃないうん、票が集中しそうでしたもんねで、そこを、まあ気になったって方もいるんですけどまあ先に僕が言っちゃったからそれをみんな言えなかっただけかもしれないけどちょっと僕はどんどんちょっとそういう意見を出していきたいと思ってるんで、はい、マジで本当に話が選ばれるから、はい、で、それは、まあそうだなと僕思うんだけどそれは、ガクちゃんの新要素には全く関係ないよねそう、で、あの、芝生さんが俺に入れなかった理由っていうのが一個あって、はい芝生さんが狼で俺が狼だった場合おお、うん、っていうのはあると思うんだよねみんなの目線から見るとそれだったらそれで芝生さん目線樋口さんは芝生さんが狼じゃないなら白ならあれですよね偽物確定してるんですよね、うん、樋口さんあ身内切りってことになるのかそうなると、うん、身内に黒出したことになるのか、うん、俺目線いや樋口さんの普通に真ってことはあるでしょだっていや芝生さんが狼でガクちゃんが狼のバージョンってことでしょ。あ、そのバージョン。だからそれ樋口さんが死んでしょ。そのバージョンは。はい。ボスが。まあ結構大浜さんの論理は常に厳しいということをよく覚えていただいて早く言ってもらわないとあのここでもう三狼だと残り2分。今日釣り間違えるとダメなんで。僕は釣れてると思ってますけど、ね。なんか三狼だったら霊媒ですよね。そう三狼だったら霊媒残ってくるかなって思って。多分ラストウルフだから出れないんじゃないかなって思う。そんな早い。潜伏の人がもし二狼だとすると初日に釣られた大悟さんが狼だと思います。もし二狼だとすると、それはあるかもしれないですね。もちろんその可能性はあるけど、残ってる可能性もあるから、それはやっぱ追わなきゃいけないし、そう、だから考えたら占い師を今日釣らないとダメでしょ。違う、だから3残ってる可能性があって、トミさんを釣らないと俺の中で今日終わる可能性結構あんのよ。釣れてないとあるの？いや、大浜さんの別に他の占い釣っても大丈夫です。トミちゃんを釣られたらボス釣るから、まあ、私は釣りっていうのもありますよね。だってパワープレイ、パワープレイ的な意味か。オオカミが3で、あれ今1、2、3、パワープレイ的な意味で、そう、占い師に手をつけないと。大浜さん的には絶対にヒグミンだって言ってもいいわけですよね。残り1分。大浜さん的には私がトミさんを、まあでも、占って黒って見てる。あ、違うのか。まあでも占い釣るべきかな。4釣り4人ぐらいの可能性があるってみんなが思うのであれば、一応僕の読みは、うん、昨日大浜さんに入れてない芝生さんに入れてる人がまあ疑わしいかなと思って、まあ、あの碇さんを占いました。ただあの碇さんが、黒だとは思ってなかったけども占いました。で黒だと今思ってるのは昨日も言いましたが、樋口さんと、
多分アキナさんあのだと思ってます。残り30秒3人なんで3オオカミと予想して僕は淵上さんと碇さんが別陣営だと思ってたんですよ。なのでこっちに白がいたらこっちを黒って疑おうかなと思ったんですけど白って出ちゃったんだけど噛まれちゃったからちょっと、はい、あ全然違ったんだなっていう感じなんですけど、私と昨日白尾さんに入れた娘さんここの3人なんですか大体怪しい。あこの3人が狼ってわけじゃなくてこの中に狼いるかな、まあ、3狼なら樋口さん水原さん田中さんだと勝手に思ってるという占い師視点の占い方法視点の話はちょっとともかくとしておいて、今どんだけ4残り3残りか2残りかと思ってる話し合いはそれまでです。それでは本日も質問タイムに移りたいと思います。希望者は手を挙げてください。はい、はい、では水原さん、ちょっと岩尾さんに聞いていいのかな。岩尾さんに質問なんですけど今話されてたんですけど、はい、残りが3オオカミって思ってるか2オオカミって思ってるかで投票先が変わるみたいに今おっしゃってたと思うんですけど、はい、どっちだと思ってたらどう、はい、3残りだと思ってるなら今日必ず占い師を切るべきだと思うんですよ、うんうんうん、なぜなら明日で終わる可能性があるんで、うん、今4釣り4陣外だ、うん、4残りってことはオオカミ3残りってことは今日陣も含めて4陣外今日9人で4釣り、つまり今日ミスるとアウトだったら 66% で店が釣れる占い師を切るべきだと思うんですけど、オオカミ2残りであるならばまだグレーを釣るのもありかなって思ってます。うーん、はぁ終わった。はい、はい、ありがとうございます。いいですか、じゃあフッチーさんに聞こうかな。はい、なんか その田中さんとフッチーさんがそのもう二人狼じゃないみたいな感じで結構おっしゃってたんですけど、まあ、別にそれを疑ってるってわけじゃなくて、でも私としては、まあ、多分霊媒師がいませんで噛まれてることを考えているとそんなに人狼が連れてるとは私の中では結構思ってなくて、だからなんかなんだろう、なんでそんな風になっちゃう、誰を釣って人狼が釣れたと思ってるのかがちょっと私の中ではちょっとハテナってなってる感じなんですよ、二人の意見的、うん、を聞いてると。なのでどういう目線で見てるのか教えてほしいです。はい、根拠は釣れたっていうよりかは霊媒師が出てこなかったことで、うん、狼が3人いないんじゃないかと思ってるんですね。なんでかっていうと、うん、今日霊媒師って出てくれば乗っ取れる機会だっただじゃないですか、うん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 、だから狼としては出ればよかったんですよ霊媒師として、うんうんうん、でも出なかったってことはもうあと2人しかいなくて1人が占い師に出ちゃってるから、うんうん、私は潜伏しようって思ってるんじゃないかなっていうことしかないです根拠は。なるほど。なのであまりそこを信用しすぎてるわけでもなくて安全策を取ることは必要だと思ってます。うん、わかりました、ありがとうございます。他にあるんだけど、まとまってないんだよな。だけどまとまってない。どうしようかな。じゃあ、はい。はい、大浜さん。田中さんって1狼連れてると思ってるって言ってましたっけ。はい。うん、それは、どっちですか、大徳さんと柴田さんどっちですか。もし根拠もあれば、根拠も。根拠は、淵上さんとほぼ一緒です。ただ、僕は樋口さんが結構芯あるかなと思ってるんで、まあ7-3ぐらいで大徳さんさんの芝生さん7ぐらいで釣れてるんじゃないかなって思ってます。根拠は淵上さんのと一緒です。はい、はい、では淵上さん質問いいですか。僕は今樋口さんを本物か狼かと思っているんですね、はい、でその理由というか信じたいんですけど信じれない理由があって2日目に出てきたじゃないですか、はい、その1日目潜伏して2日目に出た理由とかがもしあれば教えてほしいです。そうですね、潜伏したかったっていうだけなんですけど、そうですね、私、まあ、ちょっと釣られそうかなとも若干思ったんですけど、うん、まあ潜伏してみました。いけるかなと思って。なるほど。わかりました、はい。ありがとうございます。はい。では、トミさん。じゃあ、ゴスに質問します。はい。質問というか、今こう、みんなの意見を聞いてみて、
誰一人大浜さんをシンと見てる人がいないように感じたんですね、はい、そこで今日は私はあれ私は村として村なのに黒出されてるので大浜さんに入れようと思うんですけれども、他の素村の人は大浜さんを釣らない理由は何だと思いますか？ん今日大浜さんを釣らない理由、まあ、昨日もそうですけど2回ぐらいね、自分の対抗の、まあ、今日狼とかそういうの含めて、あと柴尾さんが黒の場合にどういう立ち位置になるかっていうのが、混乱されてるんで、それを信用する村はどうかなと僕は思うんで、まあ、僕は昨日もそうですけど大浜さんも入れましたが、村だったら入れてほしいと思ってます。で、あと、まあ、明日構えそうな気がするんで、まあ、あとトミちゃんとシロスさんには頑張っていただきたいかなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、では他に、はい、では田中さん、じゃあ淵上さんに質問です、はい、僕は淵上さんが結構、まあ、自分とむしろ2つもらってるっていうのもあるし、自分と思考がかなり近いなっていうのもあるんで、かなり無駄視してるんですけど、今日占い候補釣るか、それ以外を釣るか、どうしますか。僕はちょっとそれに従っちゃおうかなと思ってます、合わせようかなと思ってます。ちょっと正直なところまだ本当に迷っていて、僕大浜さん本当に占い師なのかなってちょっとパッションを感じてしまっていて入れづらいんだけど、僕どうしようかな、ちょっと困りましたね。でも占い師から行った方が確率は高いんじゃないかなと。人狼じゃなくても狂人の可能性も残ってるので、3分の2で人外が減らせると考えれば、占い師の方が良いのではないかと思ってます。はい、はい、分かりました。それでは他に、はい、では樋口さん、水原さんに、はい、質問です。まあ今三人狼いるかいないかっていうところで、まあ、占い師に投票になるかと思うんですけど、水原さんは今狼が何匹連れてるか、あと、まあ、潜伏してるのであれば誰が狼だと思いますか。まず私は1匹連れてるんじゃないかなって思ってます。でそれはもうお二人がおっしゃってたのと同じなんですけど、やっぱり出てくると思うんですよ、霊媒で。でもうなんかその前日から完全にいなさそうな雰囲気だったのに、翌日になっても再度聞かれてまだ出ないっていうのはやっぱり出れない状況だったからだと思うんで、一匹は連れてるんじゃないかなと思ってて、で、占い、結局そのじゃあ潜伏のあと一人誰だっていうのは、どの占い師が本物かっていうのによって変わってくると思うんですけど、今それをずっと考えてました。で、ガクさんがやっぱり一番信用低いなって思うんですけど、信を完全に切れるほどかと言われると、でも他の2人よりかは完全に低くて、で樋口さんとボスの差は全く私今分からなくてっていう感じです。分かりました、ありがとうございます。それでは他にいなければ投票タイムに移りたいと思います。ゲームから除外したい人の名前をボードにお書きください。ありがとうございます。全員が書き終えたら一斉に開票したいと思います。それではよろしいでしょうか。はい、では皆さん一斉に当ててください。どうぞ。早っ。はい、では歌永さんから、大浜さん、富さん、大浜さん、大浜さん、大浜さん、樋口さん、大浜さん、しすべし、大浜さん、バイバイ、大浜さん、というわけで、本日ゲームから除外されるのは大浜さんでした。
カメラに向かって一言お願いします。マジでマジでこれ村負けたらさすがに僕はあの先輩として罰ゲームを受け入れます。本当にお疲れ様でした。ああマジかやったか。それでは天国ルームでさらに脱いでください。それでは容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやっていきます。各自行動に移ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。大浜もっと脱げよ。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいおかしい。え、好きってこと？違います。しょうがない、死ぬなよ。誰か助けてください。あー、つうかマジでさ、いやーマジ村やっちゃった。私この話の中ずっとこの方とお隣にいないといけないんですか？ちょっと離れてるから。いやーマジでいい間違いだった。マジでちょっとね、いや言い間違えた、本当にやばい。まあそれはでも信用されないよ、本当にあれは。いやちょっとね、どんまいですねこれ。そうですね。マジでワンチャンもうね、なんか占いまさか3人出てくるとは思わずっていうところはありますよね。いやっていうかさ、あでもそっか、パワープレイが起こるとしたとしてもまだ明日には一応なるんだ。なります。そうかそうか、なるなるなる。じゃあ、うん、今日もしかしたら夜が明けたらパワープレイになってなる可能性は全然ある。連れてなければ。まずいんじゃないのか。いやーマジやった。死にたい。死んだけど死にたい。大丈夫です、もう死んでます。いやーいやーマジちょっとこれお話とかの話とか聞いていいんですか？狼誰だと思ってます？いやあのねだからね、そこ聞きたいです。お話は釣られたから言っちゃダメじゃない。あそっか、神じゃない、神じゃないか。うん、ただただ客観的に見てその柴尾さんの、うん、そのなんだろうな、投票先の理由とかっていうのは、うん、これはもう話でも言っていいんですか？一応オープンなのか違うか違うか。うん、なんかねやっぱりねゲームじゃない話の方がいいのかな。じゃあセクハラしか俺できない。いやだからそれはじゃあ俺セクハラしかできねえよ。えでもさ、セクハラとセクハラしかできない。ここに君がセクハラできる協会員誰もいないんだよ。あそう残念ながら。あこれダメだ。本当にあの詰まった、手詰まったね。手詰まったわ。やばい、破綻した。破綻した。さあもうすぐ夜が明けますよ。夜が明けます。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はボスでした。ボス早っ。あ早っ。どうぞ村の皆さん頑張ってください。はい。さあそれでは村人は本日も会議を行わなければいけません。それでは始めてください。なんでボスかむの？おはようございます。おはようございます。じゃあまず結果を聞きましょう。はい、お願いします。水原さん狼です。おお、はい、うーん狼です。水原さん狼なんですか？私は狼ではないんです。それがでも私ケンさん本物だと思ってたんですよ。いや私が狼ならボスを噛まないです。ていうかでもね、ちょっと考えてたことがずっとあって、はい、大浜さんが、うん、その狂人であるならば、はい、要するにほらボスに白出しをしてたじゃないですか。で絶対に狼なんですよ。でもこっちの狼の話を全然振らなかったんですよ。それって私は大浜さんがやっぱ狂人で狼を釣らせるわけにはいかなかったから、こっちにあまり触れなかったんじゃないかなって私は目線では結構ずっと思ってたんですね。うんうん、で結局最後までずっと触れなかったから、私は今のはどっちかっていうと水原さんに転出しをしたかった狼なんじゃないかなって。ということは樋口さんのことが狼に、私はちょっと見えました 今, てる今ので。まあ、まあ、しょうがないですね。まあ、でもそう見えるのはしょうがないと思います。私がでも狼だったら、ね、もう噛まれてる占い候補をやっぱり信頼さすがに取りづらいし、ただ考えるところはこれが置き土産かどうかってことを考えると、あもうだから釣られるのを分かりきってて噛んで置き土産をして、だから逆囲いをしようとしたのかどうかっていう方を打った方がいいかなって僕は思ってます。要はだからもう私を偽で決めつけるってことですか？そう、ここもうボス噛んだら、例えば樋口さん狼でボス噛んだら、うん、もう釣られるの分かりきってるじゃないですか。ああ、分かってますね。だからこそ今日のお気土産を、お気土産ってどういう意味ですか？どういう意味でお気土産って使ってるのかを聞きたいんです。だから
狼で逆囲いしたの、逆囲いって狼が狼に狼に出すのか、もうだから信頼取れないのは分かりきってるから。でもそれって完全に想定の範囲じゃないですか、うん、特に田中さんとか絶対言うじゃないですか。残り3分よき見上げちゃったとか、はいはい、絶対言うじゃないですか。しかも私はまあ仕事が終わってるんで、あちょ、うん、はい、私も、まあそうだね、さっき の, あの前日の時点で1匹は連れてると思ってたんで、はい、もし樋口さんが狼だったらで私も狼だと想定するならば、ラストウルフに黒出しの置き土産を出したってことですか。もちろんありえる話だ、まあ、可能性だ。じゃあ逆に考えて、がまあそうだね、大体オオカミって呼ばれるじゃないですか、うん、ボス感なら、うん、なんでなのにフッチーさんはさっき何を落としたのかはなって、いや、あ、オオカミだとしたら、うん、やっぱボスを噛むと自分が釣られる流れになるのが分かりきってるので、私だったら噛まないです。あえて噛まないし、しかも樋口さんって割と信用を取れてたんですよ、はい、私もそう思います。だからすごい今どういうことなんだっていうのを考えてます。そうそうそう、だからこの状況は樋口さんが自分で不利な状況を作っちゃってるので、いやでも樋口さんはオオカミだと思いますね。逆にそれをやってる。じゃあ、ガクちゃんがオオカミだったかって考えるんですよ。でも、ヒガミがオオカミ、味方に黒だって言ってるんだとしたら、私はもう一回3オオカミ考えてみるべきだと思います。まだ一人最速にオオカミいると思うし、ね、もしいるとしたら私は岩尾さんじゃないかってちょっと思ってます。おなるほどね。私は岩尾さんと淵上さんと水原さんもともと怪しんでて、この3人のなんか水原さんさっきの発言、うん、便乗してるのかなとも思えたし、あの例えば私はオオカミ1匹釣れてると思いますみたいなのをこう来てこう来てこう来たので、まあ、そう感じちゃっただけなんですけれども、うん、便乗してるオオカミなのかな、1匹オオカミなのかっていうのも見れたし、逆に淵上さんはなんか大浜さんが真かもしれないとか言い出すし、すごいなんか不可なのかなって、あのちゃんと他を探してるのこの人っていうのでちょっと不信感があった。で田中さんはここまで残ってる、すごいミスリードをしてるわけでもないのにここまで残ってる、噛まれない、うん、それを考えると悪いよってよく言われるんだけど、田中さんは神で、まあ、噛めないのかなみたいな。残り1分、まあ、白田さんどう思いますか。ちょっとまあひぐみを最初からちょっと怪しいかなって思ってたんだけど、神崎を見てほしいんですけど、まあでも、まあ、ね、私を釣るのが安全だと思います。でもお仕事終わってるっていうのは、あと何秒になっちゃう、あれって樋口さん何オオカミ、私はもう3オオカミつけてます。終わってます。ボスか、あ、ボスじゃない、大浜さんがオオカミだった、私目線。そうで、芝生さんと残り30秒。じゃあ、まあ、今日はでも樋口さんでいいですか、とりあえず。僕はそうです。で、狂人も釣れないわけだし、じゃあ殴り合いになるじゃないですか。2ユーリだとしても明日は必ず来るんで、5人残りでもう樋口さん釣る一択だと思うんだよね、これ。そしたら明日どうするんですか。いや、だから明日は明日決めよう、もう時間ないし。で、明日はとりあえず必ず来る方法を選ぼうっていうのが、うん、明日5人残りで最高2ユルフ、最低1ユルフ残りだから、そうしたら。だから、真の可能性はまだ3人だけじゃないけど、でも人狼の可能性も高いから、やっぱいろんな人は釣り切っちゃわないと危ないから、うん、今日決め打つのは無理、うん、時間ないし。話し合いはそれまでです。それでは本日も質問タイムに入ります。質問したい人は手を挙げてください。はい、では田中さん。じゃあ白田さんに質問です。はい。占い師の内訳を、そうだな、例えば大浜だったら、うん、大浜は真か凶みたいな感じで、うん、2種類でそれぞれ3人のを内訳を考えてっていうか教えてもらいます。だってね、最初に考えてたのは強か狼、真か狂、あ、まあ噛まれたからそうか、まあ真か狂だね、うん、真、うん、もうごめんなさい、もう一回いいですか。強か狼、真か狂、わかりました。他に質問がある方。はい、はい、では淵上さん。僕は、昨日からちょっと樋口さんを少し怪しんでいて投票もしました。で、で樋口さんを釣るのにも賛成です。ただ、水原さんに黒を出したことがどうかと思って、僕、あ、そうです、田中さんに質問です。はい、で、すいません、田中さんに
置き土産をしたんじゃないかっていう意見があったと思うんですけど、置き土産をした可能性はどれぐらいあると思いますか？五分五分ぐらいだと思いますよ。ただだからそれを置き土産を念頭に入れて明日話し合いをするべきだっていう意見であって、置き土産したんだろうっていうふうに突き目つけてるわけではないです僕は。はい、ありがとうございます。はい、他に質問がある方。はい、トミさん。岩尾さんに質問ね。岩尾さんが残ってることが不自然に捉えられるんですけれども岩尾さんはなんで残ってると思うんですか？いや、なんかたまには残してくれてんだと思うんです。狼陣営がですか？そう、だってかわいそうじゃん、俺いつもさ村人で食われちゃってさそういうことだと思うよ。わかんないよ、狼考えてること。他に質問がある方。はい、はい、では白田さん。今日噛まれるとしたら割と誰あ、じゃあトミちゃん。はい、今日噛まれるとしたら私と私かなって思ってるところがあって、もし、もしボスが死んだった時の白がトミちゃんと私だけど、トミちゃんパンダだからっていうのもあって、なので私が考えてること言いたいんですけど、さっきも言った通りちょっと3狼はないって言ってた中にもしかしたら狼いたのかなってちょっと思ってます。トミちゃんもさっきそういう考えて言ってたけど、やっぱり変わらず怪しいと思ってるのはここのどこかですか？あ、私今質問、怪しいと思ってる人今のところを挙げるならば、そうです、さっき例えばこの3人を怪しんでますけれども、樋口さんが狼の可能性もあると思います。けどこの3人の差が順序を立てるなら 1、2、3、1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 、
はい、他に質問がある方。はい、では樋口さん、歌永さんに質問します、はい、まあ私が今日釣られるんですけれども、うんうん、まあ、最後に水原さんだけはちゃんと釣り切ってほしいなと思います。最後にまあその私に、なんで私に、なんだろう、私はそれしかもうないんですけど、はい、私がまあまあ私の言うことはあまり信用が得られない、もうしょうがないと思うんですけど、私が狼だったらまずボスを噛まないんですよ。それはわかるんですけど、こんな不利になることをしないんで、それを頭にちゃんと念頭に入れて水原さんを釣り切っていただきたいです。まあそれにはあえて返事はせず、はい、はい、ではあ、してましたっけ、今、たった今下もどこにしました、樋口さんの前にしました、前の前前の前にちょっとしましたね、はいさあ、というわけで、いなければ投票タイムに移りたいと思います。本日ゲームから除外したい人の名前をボードにお書きください。全員書き終えましたら一斉に開票したいと思います。それではよろしいですか。はい、では皆さん開けてください、どうぞ。はい、宇多永さんの方から樋口さん、水原さん、樋口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 さんというわけで、本日ゲームから除外されるのは樋口さんです。はい、カメラに向かって今おすすめの家電を教えてください最近家電チェック怠けてるんですけど、レイコップの新製品が出るみたいなので、それは買おうと思います。大丈夫で、はい、今日ちょっとホワイトボードに水原さんの名前ばっかり書いてあって、ね、確かにちょっと申し訳ないです、ちょっと本当にすいません、別に嫌いでとかいうわけじゃないんで、ドロドロしてんなー、ドロドロやー、中心のドロドロや。それでは容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。いつもバチバチやってるよはい、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今来た感じか。さっきまで回ってたのかと思いました。いやいやいや。今です。なう。今。なう。なう。はい。狂人と狼。はい。狼。いや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 。本当にアグレッシブ。何言ってんすか。マジで言い間違えたよ、本当に。アグレッシブなの。いや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 。お前はいい品種もね。いや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 。お前着てない。服着てないですよ。いや、ちょっと近寄れないごめんなさい
や本当にね、あのドロドロはしてないんですよ。全然ドロドロはしてない、ネチネチしてるだけ。ネチネチ怖い怖い怖い。いやいや女子同士はねほんま怖いですよ。女子同士はね怖いですよ。結構ねデリケートですからね。なんか今日男性陣の気遣いがすごい出てるなと思って。でしょでしょ出てるでしょ。そうでしょ。大浜さんはねもうパッションは出てる。男性じゃなくてもあの一彼氏みたいな感じで言ってるとね、そういうことね。なんで、すごい、あ、蹴りが、蹴りが入ります。後ろから。すいません、真ん中に座らせていただいて、ちょっとすいません。いや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 、お疲れ様です。真ん中いいです。いや、っていうかね、狼じゃあるだろうね、狼。いや、ほんまにそれですね。ね、どうですかね。教会の子が来ないんですよ。あ、でも今日、あれ、教会行って水原さんだけ。いや、あ、そのみが編集で。あ、はい。はい。目が開けますよ。当たってますかね、読みが。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は、トミさんでした。カメラに向かって。なんかついに来たかという感じです。頑張ってください。はい。それでは残った村人たちは夫を帰ってきました。それでは残った村人たちは本日も話し合いを行ってください。それではどうぞ。トミさん、おはようございます。まあガクちゃんは完全に嘘だったね。トミさんが人間だったということはトミさんに黒って言った大浜さんは嘘をつきましたね。さあまあボスかなとは思うけど、狂人本物、あ、狂人狼本物、うん、狂人、いや、まあ、ガクちゃんの打ち上げはともかく、まあ、ボスが死ぬかどうか。だから、ガクちゃんが狂人だったか、オオカミかだよね。うん、あー、うん、俺はやっぱり狂人じゃないかなって思う。僕もそう思います。最初もどっちかというと狂人じゃないかなって思いますけど。うん、となると、うん、もう樋口さんも破綻になるから、うん、となると。だから、ガクちゃんを何で置くかによって、うんうん、どっちを真と見るかっていうのは、うんうん、ああ狼で占いも当たってきて、そう本物が出て狂人が出たってパターンってなったら、まだ樋口さんも破綻してないけど、うん、だからもう破綻っていうか、まあ、シーンを追うかの、まあ、追うかって話だけど、でも今占い師のシーンを、まあ、問うのもあれなんですけど、取った方が、まあ、白出ししてる人がいるからっていうのもあるんですけど、でも今日どうするかをちょっと話進めていかないと。そう、私目線、そうそうそう、完全にボスがシーンなので、もはや、うん、なので、うん、私はミョンヌは、うん、白です、うん、私から見たら、うん、確実に。なるほど、まあ、まあ、白田さんがかなり白いっていうのはもうみんなの目線でそうですよね。うん、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 白浮きしちゃっていいんじゃないかなと思う、うん、だから、まあ、この中にあと、あと何人、何人共感がいるかって生きてたくない、そう、急がれたかったよ。さあ行こっかなって思ってたら違うんだみたいな。で、うん、僕が一応、うん、大浜さんと樋口さんから白をもらってるんですけど、うん、もはや2人ともちょっとそうなんですよ、偽物っぽいのであまり意味がないんですよね。そうですね。で、残り3分ちょっと今誰がそれぞれ欲しいと思ってるか言っていきませんか。うん、僕は水原さんと淵上さんだと思ってます、ぶっちゃけ。うーん、どっちかどっちかか、もしくはどっちもかどっちかか、どう思ってます。どっちかというとどっちだと思いますか。どっちかといえば水原さんかなとは思ってますけど、だからその場合行った後、うん、ニュール残りかな、藤上さん単体か両方かっていう感じかな。じゃあ僕の方が怪しい、釣るなら僕みたいな。いや、水原さんからかな。うん、水原さん釣って終わらなければ樋口さん破綻だしね。まあまあまあ、確かにそうですね。でも見れるし。ちょっと待ってください。今日、あと、明日で終わりですよね。明日で終わり。明日で終わり？オオカミが残り1匹だったら明日が来るんですよ。うん。ん？ちょっと待ってください。2匹だったら今日釣らないと。今日は釣らないと終わり。ああ、そっか。ああ、まあ、じゃあ順番に行きますか、誰が。僕は白田さんを信じていて、僕は樋口さんが偽物だったということで考えると、水原さんに黒を出したことがちょっと気になっているんですが、樋口さん初日も私に入れてるじゃないですか。ちょっ
とわかんないなぁ、でも投票運用か。うん、僕田中さんも信じてて。ほう、ほう、俺は疑ってるのに君は信じるか。僕は信じてる。僕は生きてる田中さんは悪いよ、田中さんですよ。そうなのか。そうです、わかんないです。単純に考え方がそこにいたんですよ、狼です。なんでもない。まあ、似てますよね。そう、似てるって言ったんだけど、なんかちょっとなあ。で、僕を信用してほしいのは白が2個もらってるのに噛まれてるってことが逆に。残り1分。そうだから。殺されてる。いや、だから怪しいんだよ。だから怪しいんだよ、俺は。まあまあ、そうも見えますよね。はい、確かに。どうだな。ただ僕は田中さんを今信じてるので、水原さんに言うのであれば水原さんに言います。合わせます。なんかもうおかしくないですか、はい、合わせますと。じゃあ、水原さんもちょっとわかんない。ただ、まだ考えます。どうしよう。言うの私の中ではわりかし樋口さんがちょっと黒くって。残り30秒。なんかどっちかというと、大浜さんがやっぱ強靭さんまで私の目線ですけど、ちょっと適当に。樋口さん、狼であります？こんだけ。いや、それはもうだからどっちとも判断つかないです。その置き土産っていう考え方もわかるし、それはちょっとごぼぼ。私の中では今は、柴田さんは割と白っぽいなぐらいしかちょっとあんまりいないから、私もちょっと。私も、ヨウさんは白角で、完全に今一番白角で、ヨウ、まあ、さんです。が白さんになってるからとかとか、2日前ぐらいまではすごい考え方もできたし、信じてたよりだったんですけど、やっぱり岩さんが残ってるのは変だし、岩さんのことを知ってることが変なの。こういうめちゃいたくらい攻めてくるしかないよね、君はね。そういうとかっていうの信じられません。話し合いはそれまでです。それでは本日の質問タイムに入ります。質問がある人は手を挙げてください。はい、はい、宇多永さん。白田さん、どうしたいですか。白田さんの方針をちょっと聞きたいです。どっかに狼がいる。それはそうなんですけど、どっかに狼がいるね。白田さん的にはどうですか、この、まあ、内訳っていうほど細かく決めなくてもいいんですけど、どう思いますか。いや、生きてる田中さん、悪い田中さんな気がするけど、でもそれを、それを見越してのなんかちょっとあいつ狼ってことにしてやろうぜっていう作戦なのかなとかも分かんないし、うーで、ひぐみんもひぐみんで、もう分かんないよ。江戸屋さんに言ってるのが、狼に最初からちょっと疑いかけてたよみたいな感じで言ってるのか、困っちゃった。っていう感じです。ひぐみんが死んだったとしたら、あんまりないと思うけど、死んだったとしたら水原さんは狼だし、ひぐみんが狼だったとしたら、そういうことするかなって思ったら、まあ、どっちにしても狼水原さんあるかなくらいに思っちゃってるの。どうしましょう。はい。はい。はい。では水原さん。ミュヌン。もうやめて。いや、あの、はい、私ずっと、まあ、占い師の中に一人狼と、あと先に一人死んでると思ってたんで、あと一匹だと思ってたんですけど、ちょっとここのあれが怪しいと今日思い始めて、ニュールフ残ってたら、今日私が死んだらダメなんですよ。大丈夫ですか？だから、ヒグミンが狼だったら、さすがに私に黒塗りしすぎだと思うんですよ。身内切りっていうレベルじゃなくないですか？しかも、ラストウルフだったらしないじゃないですか。なんて言えばいいのかな。頑張ってるよね。頑張ってとしか言えない。下目立ってないので、私はかなり岩吉さんがまず怪しいと思って、ニュールフ残ってたら淵上さんかなと思ってるんですけど、ヨミはどう思いますか。なんてこったわ。さっきのでも岩尾さんと淵上さんのやり取りを見て、あ、ここ二人狼はないかなって思ったのが、そのこっち怪しいって言ってて、でも淵上さんは岩尾さんを信じてるって言って、いや、こっちを疑ってる、そっちを信じるのみたいな、あの掛け合いが
最初から仲間同士だって分かってる狼同士だったらあんな自然なやり取りできるかなって思ったらちょっと演技力高かったらどうしようわかんないんですけどないかなって思ってどうしようでも水原さんプラス誰かはあるかな どっちかはあるかなって思っちゃっててどうしようってかなんででも歌永さん疑ってないのなんかもう分かんなくなってきました、はいはい、何も答えになってない。はい、では淵上さん。はい、僕も城田さんに質問して。やめてあげてよやめてあげてよ。タラコさんをちょっと信用しろかなと思った理由は、水原さんを釣ってゲームが終わらなければ、はい、破綻するんですよね、樋口さんが、もし1ウルフだった場合の話です、残りが。なのでそれには乗っかってもいいかなと思ったんでそう言いました。それについてはどう思いますか。水原さんをずっとゲームが終わるかどうかを確かめてもう明日にかけるみたいな作戦。ないかな。ありかな。超怖い。ありかもしれないかな。わかんないかな。はい。ありがとうございます。はい、では田中さん城田さんばっかり攻めるのもちょっとあれなんで田中さんに、はい、今一番危惧するのってミュールフ残りで明日が来ないってことだと思うんですよ、だからそのケースを今考えるべきで、じゃあそのケースだった場合、樋口さんは狼の語りで身内に苦労をぶん投げてくるかなって僕は思ってるんですけど、どう思います？もちろんそうじゃないケースも、1ルフ残りのケースもあるってことを念頭に入れつつ話してください、すごくわかるんですよ。でどっちかっていうと水原さんが怪しいっていうよりも城田さんと一緒でフッチーさんが、田中さんはフッチーさんを疑ってるのに、フッチーさんが田中さんを信じて、まあ信じてるってことじゃないかもしれないけど、怪しいと思ってないっていうのって、すごく村人っぽいですよ。その、疑われてるけど疑ってないっていうフッチーさんの感じが。私の中ではですけど。なので、そういう意味では、なんだろう、そこが二人がウルフってことはないかなって私は思っていて、で、どっちかというと田中さんとフッチーさんだったら田中さんの方が怪しいかなって今ちょっと私の中で言われます。だから水原さんと田中さんかなって私の中では今ちょっとありますという感じになってます。わかりました。はい、はいはい、では城田さんじゃあ岩尾さんに質問です、はい、なんで誰も宇多永さんを疑わないんだろう、なんかここはないかな、なんか今水原さんがこっち2人あるんじゃないかって言ったのはこっち2人のはどっちが釣られても OK だからみたいな感じにも取れるかなって思うとここもあるのかなって思って、あれそういえばなんで誰も田中さんを疑わないんだっけって思い出しちゃって、なんか根拠ありますか疑わないことに。確かに結構視点からね消えちゃってる部分はあったと思うんですけど、あくまで僕の中ですけど割と早い段階から村置きしてたんですよね。まあ僕はそれが大きな根拠で、でその村置きしてた理由は、まあ迷ってる時の反応かな、そういう結構曖昧な部分です。でも結局ね、こういう風になったらもう曖昧な根拠にすがるしかないからしょうがないのかなと思ってます。ありがとうございます。はい、終わりました全員。はい終わりました。はい、それでは投票に移りたいと思います。皆さんホワイトボードにゲームから除外したい人のお名前をお書きください。ではよろしいですか。はい、それでは
一斉に開けてください。どうぞ。では宇多永さんから、水原さん、田中さん、水原さんというわけで、本日ゲームから除外されるのは水原さんでした。カメラに向かって最後に一言お願いします。はい、最後に一言、なんか何言っても関係あること言っちゃいそうなので、はい、みんな私に投票です。はいはい、ファンサービスでもいいですよ。あ、さよならねえのかよ。ファンサービス。それでは容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜が来ます。各自行動に移ってください。それ言わせ、むしろ、へい、こんばんは。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。トミちゃんは噛まれたから村です。か、教授。そして僕は破綻したので、狼側。はい、で、水原さんは何かわかんない。え、村。ほんと村です。身についてへん村。ここまで来たんですけど、感動連れてて終わってないんで、おかしいなぁ。あ、あ、あ、そうやね。でも残り1ウルフは確定してるんですよね。もうってことはもう1しかない、ね、1しかないですよね。そういうことになりますね。シーン確定しました。でもね、もう白田さん噛まれるから、多分高確率でグッジョブ出るかもしれんよ。白田さん絶対まだ出るかもしれん。あ、じゃあ歌、いれば、あるね。死人がいませんでした。グッチョブってすごいね。うわー、うん、いや、ならへんわ。リアヌンしか噛めないってたのに。でも結局自分の死があんまり変わんないのか。グッチョブが出ても、あ、でも下流が信用して、結局2分の1で、白田さんと、うん、白田さん噛まれたら3分の1になるから。まあ、騎士使用してるから。あ、噛まれたら、噛まれたら、あ、そうか、一応、そうか、宇多永さん狼の説もまだまだ、まあ、そっかそっか、否定する材料はないんだもんね。そっかそっか、こうやってるから。グッチョブ出たらの話ですよね。グッチョブ出たら2分の1。はい、夜が明けます。夜が明けますよ。ドラミと頑張れ。俺らもうお会いすることはないね。僕のシーンが確定しました。恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。昨晩の犠牲者は、抜け出したい人を。え、そんなに俺楽しいよ。昨晩の犠牲者は淵上さんでした。ほっとしました。ほっとしました。ほっとしました。最終日は辛いと思ってました。はい、あ、それでは淵上さんは先に助けられた人って天国から見守ってます。頑張ってください。さあ、それでは村やってきました。最終日です。それでは話し合い始めてください。おはようございます。え、ちょっと待って、どういうことこれ。お前、私、死にたかったよ。 いきなりさ、篠田さんが怪しくなったんだけどさ、これ、これ。なんだろうね。ほう、はあ、私が怪しいと。いきなり怪しくなるっていうね、やっぱり。ほう、はあ。俺の中ではね、わかんない。ルタランさんはわかんないけど。でも、今の時点で、ヒグミンが偽確定ですよね。まあね。ヒグミン偽確定で、あ、そっか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 。そしたら私もう白しかなくないですか。あ、そっかそっか、そうだね。あ、そうだよ。そんな視点漏れ、岩尾さんレベルの人がするかな。いや、もうさ、篠田が噛まれるとばっかり思ってたからさ、うん、全然考えてなかった。それは私をスケープゴートにしたかったということでいいかな。そういうわけではない。どっちかな。樋口さん破綻してるもんね。そう、だからもうボスが死んだから私は絶対に一緒です。そうだ、うん、そうだ、つまり私は困ってます。そうだね、胃が痛いね。うん、ということで、宇多永さんも狼。宇多永さん狼ですか。いや、全然予想が違うよ、俺。いや、でもだから私の中ではもう、まあ俺だよね。うん、しかないです。しかないですよね。フッチさん亡くなった時点でも完全にそこです。うん、でもフッチガミ、え？なんで白田さんが噛まれなかったんだろうな。しかも僕はフッチガミさんを疑ってたんだよね。うん。え？なんで？そうなんですよ。なんで白田さん噛まなかったの？僕は淵上さんを疑ってたから、昨日の時点で少なくとも。どういう状態で
白田さんを噛んでおけば淵上さんが釣れた可能性は割とあったよね。あ、でもそっか、でもそっか、淵上さんが僕を信用してたのか、割と淵上さんが白田さん噛んじゃうと、うん、淵上僕で宇多中さんが釣れちゃう可能性があるから噛んだのか、淵上さんを。そういうことか。え、いや、何が何ですか。違うよ、残り3分っていうか、何どうすればいいのかがよくわかんない。私の中ではもうここしかないから、もうここは総合するしかないから、どっちかな。でも私は今怪しいと思ってるのは岩尾さんだから、どっちかっていうと岩尾さんに頑張ってほしいかな。なんで、なんで、そうだからフッチーさんが怪しんでたのに、なんでフッチーさんが困れたのかちょっとよくわかんなくてパニックなんだけどでも、え、白田さんは最後に私を疑ったからってことってわけじゃないよね、きっと。どういうか、この髪先で私が噛まれるのに私が噛まれてないってことは、白田怪しいよって、そのボスが死に確定しちゃうっていうのを忘れてて、岩尾さんがやっちゃったのかなって今の開口一番の感じで見ると思ったから、今は岩尾さんも怪しく思ってます。全然もう、あの白田さんが噛まれることしか考えてなかった。ほとんどもうほとんど白田さん噛まない理由がないぐらい思ってたから、だから、まあ、樋口さんが破綻っていうのはよく考えてなかった、ぶっちゃけ。まあ、決め打ってたっていうのもあるのかな。嬉しいかな。今のね、動揺具合的には8割人間、あ、うん、逆でしょ、そう、8割人間、あ、2割人間か。そう、あ、そう、なるほどね、って思って。まあでもちょっと、まあ確かに失言っちゃ失言だな。まあ視点漏れじゃなくて完全に把握してなかったね。うーん、私これ以上の弁明がないんだったら岩尾さんに入れちゃうよ。うん、いいの、村の死んでたみんなの思いをそんなことでいいんですか。うーん、狼じゃないんですよね。で僕がじゃあ、狼だとして、なぜ白田さんを噛まなかったか。だから僕は昨日、昨日から、残り1分、淵上さんを疑ったわけじゃないですか。で、宇多中さんはかなりの村置きしてるぐらいな感じで話したと思う。つまり、淵上さんを噛む理由が全然ないんだよね、俺には。白田さんを噛むのが7、7、8割。まあワンチャン宇多中さんぐらいな感じだと思う。でもなんで淵上さんが噛まれたのかっていうことは考えてほしいかな。だから俺視点、俺の中で淵上さんを噛む理由が全然ないんだよ。残り30秒。さっき言ったスケープゴート説が私の中で8割9割あるから、もうあなたをスケープゴートにしようっていうね。そうそうそう、私に。でもそんなのするんだったら、そんなのするんだったらそのまま淵上さんを疑うよ。その方がだって普通じゃない。普通ってか、なんか流れ的に当たり前じゃない。だってわざわざ釣れにくいところをスケープゴートにするわけないでしょ。どっちも人っぽいパッションは感じないんだけどな。でも感じねえのかよ。感じないんだけどな。感じねえのかよ。感じないんだけど、今までのことを信じてほしい。話し合いはそれまでです。それでは本日も、まあ、質問はないでしょうが、何かありましたら一言だけいいでしょう。ありますか。ない、ない、ない。じゃあもう投票して投票してください。もう まあ正直投票してって言ってるけど、脇二人はあんまり意味がないかもしれないみたいなね。最後にここ開ける。最後の白田さんを開けましょう。はい、はい、というわけでまず宇多中さんと田中さんだけ開けてください。はい、ドーン、はい、ドーン、はい、こうなります。はい、さあ、そしてそれでは白田さん準備はよろしいでしょうか。はい、開けてください、どうぞ。違ってたらごめんなさい。最後まで生きてる田中さん、悪い田中さん、悪い田中さん、すごい書いてる。田中は悪い、田中は悪い。はい、さあ、それでは田中さん、カメラに向かって、もう何でもいいですよ。何でもいいですか。はい、そうですか。最後にパッションを
カメラの前。間違えた？かわいそうだな、お前は。嘘！間違えた？というわけで、この時点で、人狼チームの勝利です。やったー！あー、ダメだ、もうなんかいろいろ失敗しちゃった。ほんとに？ごめん、マジだ。まるでこのようになかった。今みんな来ます。今間違えたのが悪かったよ。はい、みんな来ました。ちゃん見たね。ごめん、なんだろう。うわー、ちゃん、ちゃんとだ。ダメだ、なんか色々が予想外すぎて。嘘やろ。やっぱりあそこ、オオカミさん。いや、嘘やろ。お前オオカミじゃねえんだよ、この野郎。嘘やろ。なんかね、いろいろ、ごめん。ちょっと、どういうこと？どういうこと？どういうこと？田中さん、マジすげえ。マジなんだ。初日だいぶやってる。僕ナイトです。おーナイト、いきなり噛まれた狼、見事っす。はい、でナイト、いや私は何にもないただのスムラですよ。ええ、そうなの。ナイトさん、市民でした。そして、まあ、宇多永さんは、はい、ガオガオ、マジかー。さあ、すごい。さあ、そして服が増えた大浜さんは、いやまあちょっと言い間違えた後にマジでもっと早めにパッション出しとけばよかったなと思いました。強人です。ありがとうございました。さあ、そしてお次、柴尾さんは、はい、私、まっさらな村人でございます。もう絶対樋口さん、もうどっちって思った。狼って思った。すみません。はい、では樋口さんは、あ、ですね、まあ、久しぶりの狼ですが、狼をたくさんこなしている私としてはですね、こうパッと見た瞬間、こう役を持ってるね、この新井さん、井川さん、もう神に行こう。恐ろしい。やらさんのかもと思って言ったけど、まあ、私がちいちゃなんですよ。だから、なるほどね。バリさんで、バリさんで行った。バリさんで。なんかバレてるわ。すごい。それはすごい。全然わかんなかった。恐ろしい。まあ、そういうことで、ちょっと水原さんの身内切りはやりたかったね。怖えよ、この人たち。仲は悪くないです。はい。ドロドロの狼でした。さあ、それでは城田さん、二分一を外してすごく失礼なことを書きました。ごめんなさいの村人でした。はい、これは最後まで。かわいいからね。本当にごめん。本当にすみませんでした。いやでした。最後の決め手はかなり勝手な人読みでした。それでは続いて水原さんは、はい、今日は2ゲーム連続狼でした。でもう本当に嫌だって思ったんですけど、でも2ゲーム目は結構3人ともだいぶ生き残ってたんで余裕を持ってやれてたんですけど、ヒグミンがボスを噛んで私に黒出しした時は結構動揺しました。どうすればいいんだろうってなりました。でも立ててよかったです。ありがとうございました。はい、そして淵上さんは、はい、最終日残らなくて本当に良かったです。はい、はい、ギリギリで助かりましたね。助かりました。もし残ってたらどうしてました？田中さんに入れてました。どっちみち村は負けました。さあ、そして田中さんは当然、はい、初めて最後まで残りました。いや、みんな残りたくないとか言ってたけど、僕はもう楽しくてしょうがない。俺が人狼だろっていうぐらいに思ってました。まあ、最後はね、ちょっと
いや、淵上さんが噛まれる理由が僕が狼だとないよっていうのを理論的に説明しきれなかったのがね、ちょっともうやっぱり敗因でしたかね。やっぱり僕も良くなかったですね。はい、市民でした。はい、楽しかったです。でもさあ、そして続いてトミさんは、はい、放送で初めてスムラを弾きました。けどなんか私もあんまり最後まで残りたくなかったです。全然分かんなかったです。はい、そして最後はボス。がっくりですね。がっくり。うん、まあ、残る人はやっぱあの画面を通して見るよりここの中にいると非常に難しいのは、うん、難しいです。もう宇多中さんとか僕も占う気がしないほど白いで見てたんで非常にすごかったと思います。乾杯です。はい、というわけで2ゲーム目は人狼チームの勝利で終わりました。やったー。すごい、見事見事見事。なんであんな白くじったんだろうな。全然疑ってなかったもん、最後まで。疑ったんですよ、宇多川さんは。私はもうしょっぱらね。あ、はい。あ、身内疑ってたわけだ。そう、疑ってた。さあ、それでは最後の儀式に入る前に何か宣伝がある方。あ、いいですか。宣伝チャンス、いいですよ。やったー。はい、どうぞ。宣伝させてください。何回もすみません。はい、これがエキダッシュのニャッシュっていう子です。駅ダッシュで検索してもらうとこの子が出てくるので、ぜひ登録してみてください。そしてもう一個、駅メモっていうアプリもあるんですけど、これどちらも1登録型のゲームなんですね。ここで、まあ、1登録ってすると大塚駅が、いいです。ホームページに載ってるんで場所言っちゃった。みたいな、まあ、ゲームです。こっちは可愛い女の子の成長も楽しめるので、ぜひぜひ検索してアプリ登録してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。他にある方。あ、じゃあ、はい、はい、じゃあ柴田さんなので、はい、ちょっと情報が何もないんですけれども、1月の30日にコミックヴァルキリーというウェブコミックで連載が始まりました。アキレウスアルゴスの軍神という漫画がございます。藤田角次先生が絵を描いてらっしゃってて、脚本が鉄人さんという方なんですけれども、その中で、紹介 PV みたいなのを作っていただいて、私パトロクロスというお姉様を慕う役として出ておりますので、あの登録不要で見られる漫画なので、皆さんもしよかったらコミックヴァルキリーで検索してどうぞご覧ください。はい、さあ続いてある方ないですか。ひぐらさんは何かですか。先ほどあの、はい、シリアルコード出していただいた、はい、天国会、本日の23時59分59秒まで有効期限のあるシリアルコード、はい、トミちゃんがね、出てるですね。そうですね、トミちゃんがやってる天国会、こちらのシリアルコード今出てます。これもう今日いっぱいですので、これ入力したらもう50万ゴールドゲットです。はい、がっつりゲームできますんで、よろしくお願いします。じゃあ、一つ。はい、じゃあ、ボス、どうぞ。まあ、人狼ファンの方も多いと思うんですけども、麻雀すりやろチャンネルなんで、3月の14日に、東海列伝というシリーズで、新戦術盆祭りという、対局をやります。対局者は、今、話題の堀内正人さんと、石井和馬さん、石井和馬プロと、朝ピンさんと、須田よしきプロとなっています。また解説に福士先生とかもいらっしゃるので、ぜひ楽しみにしてご覧になってくださればと思います。はい、はい、というわけで、本日のスリアル村2ゲーム終わりまして、最後の儀式に移りたいと思います。いや、もう今日終わりでいいんじゃないですか。いや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 、もうエンディングでいいんじゃないですか。いや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 、それでは皆さんご起立ください。それでは、1ゲーム目勝利したのは村人チームでした。負けた人狼だった方、人狼陣営だった方、村人が座ってください。勝った村人チームの方は座ってください。そういうことか。シガンサムの方がさあ、4人残りました。さあ、そしてこの4人中
2ゲーム目は人狼陣営が勝ちました。村人陣営だった方そのまま立って、人狼陣営だった方は着席してください。本当田中さんありがとうございます。あれ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 。さあそしてですね、この3名がいます。ただし今日の罰ゲームちょっともしかしたらね、喉とかに悪いかもしれません。しわおさんはね、ちょっとね、喉に悪いお仕事をしてらっしゃるので、ちょっと申し訳ないと思うので、しわおさんはちょっとお座りください。ちょっと2人とも大変申し訳ございませんね。これちなみに2人罰ゲームって受けたことあります？ない。僕はある。あ、あるのか。ボスはないんだ。で、ボス。いやいや、そこでしわおさんの代わりに俺がとか言わないの。あ、そういうことじゃないよ。2個しか。なんでなんで。用意2個しかないから。いいよ入れなくて。4個入れるじゃん。しぶしぶやろほんま。おかしい。大丈夫ね、それ。じゃあ、これ。ちょっと汚い。まあ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 。だったらだったらこれ俺参加できないよそれは。もう一回混ぜます。じゃあ後ろ向こう見て。はーい、混ぜます。じゃあ後ろ向いといて。はい、後ろ向きます。じゃあ山田君、君は本当にいい男だ。じゃあ待って、後ろ向いて、分かった、目の前にあるの取りましょう。え、目の前に選ばずに、目の前にあるの。まあそれでもそれにしましょう。な、だいたいガクちゃんの前にセットされてるやろ。恣意的になっちゃいます。くー、辛いの苦手。多分辛いの。何が入ってんやろね。それ聞いてない。だって辛いでしょ、絶対喉に悪いとか。あー、水出せればよかったよ、ほんとに。ちょっとどっかね、ほんと水とかない。食べた時。はい、じゃあ前を向いてください。じゃあ、これ。まだまだ取らないでって言うとしたら。あ、美味しいですか、ボス。ボス、美味しいですか。まだ噛んでない。あー、じゃあ。じゃあ一斉に食べてみましょうか。一斉に、はい、あ、大浜さん、ちょっと爪楊枝を取ってください。はい、やばいやばい。それではやばくない？いや、ちょっと本当は爪楊枝刺してせっかく人狼ゲームだからみんな疑っていくかなと思ったら、なんか目の前にあるの取られたっす。はい、はい、ちなみに、大浜さん、ダメだった場合は2段目にティッシュが入ってますので、なるほど、有効にご活用ください。こっち向くわ、そしたら。そうですね、はい。それでは、結末はもう見えているかもしれませんが、すごくないですか。すごい、やばくないですか。本気だぞ。ぎっしりぎっしりいいね。俺からしってほとんど食べないんだよね。それでは皆さん一斉にお食べください。大浜さんは気をつけてください。せーの。大丈夫だった。うまい、うまい、いける？いける？うまい、いける？いける？いける？こんなに溢れてる。ちょっと美味しいの食べたんで、僕ちょっと珍しく今度ここのセリアロで麻雀打つんで、3月の10日の土平日の、あ、はい、そうだ、昼間なんですよ、麻雀打つんで、あの施設リーグの決勝で、まあ S リーグっていう、ね、大会があるんですけど、田中岩尾ちゃんとかが解説とかで来てくれて、あとみんな大好き大井高春も解説ですよね。そう、大井高春を打ち破って決勝なんで、そこ大事ね。はい、たまには麻雀打つところ。あー、多分気持ち悪い。はい、というわけで本日のスリアロ村これにて閉幕となります。今回はね、人狼陣営、村人陣営両方1勝1敗ということで、またぜひぜひご視聴していただきたいと思います。次回の放送はですね、まだちょっと未定なんですが、もしかしたら3月中になんかちょっと新しめな人狼番組が始まるかもしれません。はい、ただ3月に放送できないかもしれませんが、そちらの方も、ほんのちょっとだけ期待しといてください。よろしくお願いします、はい、というわけで本日の放送はこれにて終了となります。それでは皆さん、まやさんちょっともうちょっとフレームに 入れるところに行きましょうか。せっかく可愛いので、あ、前、前、前、あ、ごめん。いや、ごめん、悪い悪い悪い。
新井さんの方は、いやー、麻雀プロは大変ですね。大変ですね。はい、まあ、俺のこと釣ったからね。あー、怖い怖い。それでは皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。次回もまたぜひ見てください。それではさようなら。さようなら。